はい、皆さんこんばんは。というわけで本日はお久しぶりに、FF14 ねやっていきたいと思います。あー、今気づいた、字幕がせっかくおしゃれにしたと思ったけど字幕が待って、この画像に埋もれてしまう間違えたちょっといろいろ間違えたわ。ちょっと下に行くわ。ちょっと待ってね、位置変えるから。ちょっと待って、ここかなあ。これならいけるな。びっくりした。これなら文字読めるよね。よし、大丈夫。というわけで今日は、FF14 なんか言うねんって話やねFF14 久しぶりにやっていきたいと思います。本当に久しぶりなんでね、ちょっと勘も何もみたいな話なんだけど、まあなんとかなるやろチョコボッチ呼んどいたらいいんだよね、確か。私の記憶が正しければチョコボッチ呼んどけば、チョコボッチしばらく一緒にいてください。これで、ギザルの野菜を使った、なるべく私お昼してねってしとく。よろしく、ピープーで、なんか、この下の方にずっと行けばいいんだよ。なんか狙われてる？これをちょっと倒して練習するか。ほら。どうや、こっちを狙ってきたらこんな目に遭うんやぞと。実力を叩きつけて。ほら。で、自分はひたすら逃げ回って弓を撃つ。なんかこれが正解なのかわからないけど、ひたすらこれしてるからこれが正解のはず。はぁ、身の程思い知ったか。処置品の残り枠が？残り？なんか少ないって今言われたな。処置品って、所持品ってどこだ？あった。所持品残り少なかったらどうするんだ？なんか、食べるんかな？なんか、この、換金をした方がいいのかな？どっかのショップで換金すればいいのかな？なんか。別になんかこういうアイテム、なんか私物作ってないから何も、なんかそういう職業になってみてもいいのかもしれないけどね。なんだろう、どれを、一個しかないやつとかってなんかもったいないのではとか思っちゃうけど、まあ残り2枠だからまだいけるやろ。で、久しぶりにマウント乗りたいな。ああ、そうそう、これ。で、敵に追いつかれないようにしつつ、避けながら行くと。ああ、いいわ。そうそう、このデブチョコボちゃんだよ。ああ、お尻でかすぎた。ごめん。ちょっとセンシティブすぎたかもしれん。ごめんね。ちょっと、ね、さすがにお尻ドアップすぎたら、ちょっとチョコボを、愛護団体にセクハラで訴えられるかもしれない。危なかった。軽率なドアップは禁止だね。ちょっとよく考えてアップにしないといけない。うっかりしたら恐ろしいことに。割とね、そう、久しぶりの FF なので、FF で見てたっていう人が少ないか、なんぞやみたいな、FF 何してんのみたいな人もいるかもしれないので、一応解説もどきをしますと、めちゃくちゃ初心者です。一応蒼天のエオルゼアの一旦話が一区切りついてるって状態？なんで、なんだろう。本とかで言うと2章かな。第1章の話が終わって、次第2章のところまで、引っかかった。は言ってて、で、次に、第2章が、一旦、ラスボスみたいなのは倒したんだけど、まだ不安要素が残ってるというか、そんな状態なので、そこら辺も含めて、フラグ回収していって、まあ、3章が終わるようにしたいね、みたいな。あれ？
あれ、あ、あー痛い、 HP が今チョンされたら死ぬわ。そもそも下だったよな。しっかり高いところから飛び降りるとダメージを受けるっていうね。でも死にはしないところが優しい。私よく高いところから飛び降りて死ぬゲームやりますからね。あのいろんなやつでね、飛び降りてね、死んだーってよくやってます。うん、アホではないんやけどさおバカちゃんでもないんだけど、まあまあそういうとこみんなあるよね。みんな行っちゃうときあるよね。ちょっと待って、ここもうカエルちゃん多すぎ。やめてやめて、ちょっと待って、私は平和主義。いやいやいや、痛い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 、あれこっちか。来ないで来ないで、殴らないで。こっちとら忙しいのよ。入れへん。あー、そもそもチョコボから降りろってことか。待って、これチョコボから降りる簡単な方法ってあるんかな。あれ、あー、びっくりした。あー、なんだ、私のクリックが操作が間違ってて入れなかっただけだったわ。恥ずかしい。待っとうやー。あー、ごめん、カメラが荒ぶった。帰ってきたよ、待とうや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 。そうや、右クリックで話すんだな。なんか本探してきてって言われて、なんだっけ、違うわ。なんか厄介事を持ちかけに来たのかやから違うな。静寂を乱して申し訳ありません。あ、ちょっと待って待って、なんかオートになってる。シュトラが名前を出したね。かわいい、シュトラちゃん。逆さの塔は今や放棄された魔法生物どもの城だ。それでも使いたいというならお好きに、好きに押し。おう、あら、的親の割に素直に協力してくれるのね。管理者の役目はいいのかしら。元より管理者なんて大業なものになって、哲学者議会がの連中が遺産を勝手に押し付けていっただけさ。はあ、15年前大接中の折、芸術の悪用を防ぐため逆さの塔に通じるほとんどが閉鎖された。ただ一つを除いてね。ほう。あの扉の向こうが逆さの塔への最後の道さ。哲学者議会の連中め、エオルゼアに残るわしに干渉しておけと命じたわけだ。なるほどね。で、どうする？本当に行く覚悟があるというなら、扉にかけた魔法の鍵を外してやらんでもないが、もちろん行くでしょう。星の海に、仲間の消息を知る手がかりがあるのはほぼ確実だと考えています。手をこまねいて待つなんて絶対にできません。ああ、そうだった、そうだった。わかった。扉の鍵を外してやろう。ただし、その分の労力はきっちり返上してもらうよ。バルデシオンとこのお嬢ちゃん、お前さんはここに残ってわしの手伝いをしな。もう一度扉に魔法の鍵を仕込むのには手間がいるのさ。ああ、なるほどね。他の連中は塔の中の後片付け、道中退去を拒んで居残っている使い魔を見かけたら排除するんだ。不平不満は受け付けないよ。ああ、めっちゃこき使われる。じゃあ俺たちで星の海を探そう。必ずミンフィレを探し出すんだ。だー。割とね、 FF14 はね、もちろんあのお話がね、とっても面白いのは間違いないんですが、あの音楽とかがこうね、落ち着いた感じというかね、こう全体的にこうゆったりとした感じなので、皆さんあの時々寝落ちされてますね。ね、眠いってなってはる方が いらっしゃいますね。しかもこんな金曜日のね、ど深夜なので、あの皆さんの居眠りにお使いください。そしていたずらの代表、的親からとんでもないよ、雑務を命じられたの。こんな年になっても入ることができるだなんてね。なるほど。定置ドロバイジェンシャーリアンの、ふんふんふん、なるほどね。サンクレットもミンフィリア病やん。あのね、そう、このストーリー、今はそう、私たち第一章ではね、暁の結盟っていう団体で、まあ、いろんなね、召喚獣たちをこう封じたりとかいろいろ頑張ったわけですね。実はそれが第2章になってから、まあ、
ぶっちゃけはめられたわけですよね。はめられて、お前ら、反逆者やみたいにされて、追われる身になったわけですよ。追われる身になった時に、わー大変だ、逃げろって言って、主人公を逃がすためにみんなね、いろいろ協力してくれて、みんなバラバラになっちゃったんですよね。で、バラバラになっちゃった、みんなをまた集めるために頑張ってるわけですね。で、このミンフィリアちゃんっていうのが、女性のね、この暁の結盟のリーダーをやってる子なんですよね。で、その子がまあ中心的存在だし、なんとしてもこの子を助け出したいんだけど、なんかどっか、変なとこ入っちゃって戻ってこれなくなってるかもかもってなって、それを探すためにはここに入って調べようってなってるとこです。いい感じにあらすじ説明できたんじゃないかな。行きましょうか。多分 NPC といけるでしょ。いいね、サンクレットと、アルフィノ君とヤシトラといけるのいいよね。これ好きだわ。みんな行くぞ、ついてこい。ちょっと鼻がごめん、気をつけてるんだけど無意識についズビズビしちゃう。なんか聞き苦しかったらごめんなさい。めっちゃなんか肩凝ってるんよな。なんかそれのポキポキ音入ったりしないよね。大丈夫だよね。うわぁ、ほんまに逆さやと。なんか変なのがぴょんぴょん飛んでんな。みんなよろしく。わーい。あ、これか。退去禁、言ってないやつ。立ち上がれ、ケロ。なんか、すごい反乱、まさに反乱軍みたいな感じが しますね。ええ。おらおらおら。で、全体攻撃してと。はい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 。全体攻撃、全体攻撃。かっこいい、みんな。頑張れ、みんな。私はなんかよくわからん。もうちょっとでちゃんと勉強した方がいいな。なんか、これの戦闘システムがね、未だにちょっと理解できてないよね。理解できてないなりには頑張ってるつもりなんですけど、合ってんのかな？これなんか押すんかな？あー、倒してくれてありがとう。魔力の道、耳、綿密な。よし、行くぞ。わー、はっ、はっ、すげえ。なんか、とりあえず全体攻撃しとけばいいよね。まあ、もう味方に任せてればなんとかなるでしょう。多分。基本的に戦闘は、これね、本当にね、優しい、初心者に優しいので、CPU 君が割と頑張ってくれますね。どうなんやろうな、私、職業この弓で、もうちょっと違うのにした方がいいのかとか、よく考えたりしますけども。まあ、一旦これでいいか。なんか、絶対これが強いとかあっても、そんなに私活かせれるかっていうと難しい。あと、変になんか回復職にしたら、絶対回復職って重要なポジションじゃないですか。こういう団体戦とかによって、タンクもそう。そう考えると、私がそれを活かせれるかっていうと難しいな。そう考えたら、やっぱりこれぐらいの、まあ、これが楽だと言ってるわけじゃないです。だってこれも結構いろいろ考えなきゃいけないの。多いよね。おお、地底に向けて塔がなんてすっごい見えてる。輝いて見えるわ。ほんとね、わかるね。輝いて見えるわ。よくわからんけど、すごいよね、このさ、グラフィックとかこの演出とかね。やっぱドラクエもだし FF もだけど、この世界観ってどうやって浮かぶんだろうね。あ、ちなみにね、今までコメント学習のところね、私、あれにしてた、なんか画像をね、一枚貼ってたんですけども、せっかくね、ちょっと、オープニング変えてからね、このスライドショー形式にしてたので、
あのやっぱね、スライドショーケースもこっちも変えれるじゃないかって気づいて、そう変えたんですよ。いいよねこれ。私もね本当にね、皆さんからいただいてる絵の数々が大好きで仕方がないので、本当に大事な宝物なので、こうやってね出していけるのが嬉しい。あの時折自分でもね一人でひっそり見てうふふってやってるんだけどあのこの時こんなお願いをしたなとか、依頼したやつはねとか、あこの時こうやってもらったなとか、なんか本当になんかいつも思うけど、みんなのなんか全員に支えられてるなと思いますね。あの結構 FF はね、あのすごいね今集中みたいな感じっていうよりは、あの結構のんびりやってる感じなので、割とのんびりお話しながらやってます。ここって落ちれるの？落ちれるわけではない。いやすごいねこれ、あれがマナーか、コイリョウの。すごいな、どうやって浮いてるんやこれね。え今こうやって見たら私が覗いてるように見えるか。いやーすごいなー、すごいなー。なんか頑張って重ねたらさ、私泉の精霊にもなれるかもしれない。あなたが落としたのは金の斧ですか、それとも銀の斧ですかっていうやつ。よし行くぞ。巨大なボロッコなのか。我は塔の番人結構久しぶりの侵入者、ノードが鳴る結構楽しそうだな。なんかあの中に行ってはいけないよ、それはわかる。うおーってして献金のバラードかけて、で、とりあえず打てるもん打ちまくる、打ちまくる。あ、そうですそうです、ウィングバインドとベノムバインドかけて、あのダメージじわじわ与えてって殴る作戦だったわ。危ない、この弓って結構難しいな。やっぱどうやったら効率のいい動きができるんだとかすごい考えてる。いやーやばいやばい、ケロ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 ってめっちゃ泣いてる。ちょっと きついな。ちょっと待って、みんなが HP やばくない、大丈夫。とりあえずこれかけて、もう一回これして、で投げて、大丈夫、みんな死んでない、生きてる、頼むで。なんかさっきヤシトラさん死にそうな HP じゃなかった、気のせい。ここら辺はいれでででお、なんか これって割れるの、別に割れるわけじゃない。いったー、あー回復してくれる、あったけー、回復があったけー、スーツがむしゃらに。あでそろそろ毒とこれがなくなるから追加で足して、でここで攻撃する。あーできない、レインオブデス投げて、よし。で、これで、よしよし、ズゴロコだんだん、もうちょっとだな。よし、いけるいけるいける。ヤシトラが、なんか、カエルになってる。待って、ヤシトラなんでカエルになって、ああ、そういう、もう、魔法あったな、凍土とかっていうやつ。ああ、なんちゅう強さ、降参下降。やれやれ、あの歌は、二度と聴きたくないよ。さあ、エーテルの渦に飛び込むぞ。あ、遠いって言われた。やったー、なんかもらえた。わーい、すげえ、なんだこれ、最上仮想ってなんか矛盾してるな。ほう、あちょっと待ってね、キー間違えた。まだ下いるよねー。
ここが星の海か。うわ、すごい、何その浅瀬といったところかしら。ほー、まあとりあえずやっちゃえばいいんだろう。あ、ちょっと買った、ちゃんとやってこう。まず毒振って、もう一個にも毒振って、で、ちゃんと詩も奏で、さっきちゃんと私詩奏でたかな。そこら辺全然ちゃんとできてない気がする。気をつけねば。うん、レッツゴーレッツゴー。これ倒したかな。あー、入手できない、悲しい。あら、かわいい見た目。とりあえず毒、加えて次のやつにも毒で、こっちも毒、次のやつも毒風ダメージからのひたすら全体ダメージ、なんだか ピーヤもしたいね。なんかこんな感じでもやってたな。なんか、なんでファイアホーンクルーこんな増えてくの。いや、増えてくし、あいつが呼び寄せてる、もしかして。それはそれで困る。あいつを早く倒すの。よしよし、いい感じ。ちょっと慌てすぎてめちゃくちゃ連打してるから、ゲームに怒られてる。早い早いみたいな、まだできないよって怒られる。つい連打しちゃうよね、こういうのって。で、連打しすぎてなんかコマンドとか消えちゃうんだよね。こいつでどうだ。みんなかっこいい。おお、すごいな。これも敵だよね、多分。だよね、はい。で、とりあえずダメージ与えて、もうサングレットだけが前に飛び出す式だから、ちょっと申し訳なくは感じる。なんか味方に私ダメージ与えようとしてた、もしかして。で、いける。で、みんなに攻撃与えて、ピーヤンして、で、全体攻撃ひたすらする。全体攻撃。一体は倒したな、これは。いけそう。よし、大丈夫だな。終わった。いやー、なかなか、大変だね。この音楽もいいね、なんか。落ち着くわ。魔法の扉開けちゃうぞ。勝手に開けんな。勝手に開けるな。で、この岩絶対動くじゃんね。絶対この岩動くのもう分かってるって。先に動いちゃってくれよ、頼むから。頼むよ。とりあえずひたすら全体攻撃。扉からホモンクルス。いや、どんどんなんかそういうの出してくるんだ。ああ、もう一個来た。次に、毒と、これ効いてないから毒とこれ与えて、で、近くにいるやつにも与え、危ねえ。こいつには毒とやつ与えてないからダメージ与えなきゃ。風ダメージ、毒ダメージ、で、全体攻撃放ってと。で、ピーヤンがなくなるからすると。ピーヤーで、全体攻撃を続けると。なんか、いつの間にか錬金。これか。全体攻撃をひたすらし続ける。危なーい。よし。いやー、これ、また、いや、でっかい石のやつおる。あれがボスか、最後の。それとも中ボスか。大体、
なんか2人ぐらいボスいたりするよね。なぜスプリガンが満席に行かれて入り込んだのかしら。ああそうだよ。うおー、で何かすごいすごい技。あーちょ怖い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 。届かんか。いや弓だから届くわ。この岩を攻撃できるわけじゃないもんね。岩を攻撃できないからこういうのね、攻略みたいなやるべきか悩むよね。でもやっぱりさ、せっかくだからボスとかそういうのさ初見で楽しみたい感もあるよね。みんなのとこ行ったら赤よね多分。あこうかね。この岩隠れたらいい。あーいけたいけたいけた。なんだよ避けれたわ。たわいもないの。なんか言ってるけど見れへんわ。吹き出しが画面ちっちゃくて。覚悟しろって言ってるわ。覚悟しません。あらよっと、あらよっと言ってたんか。あらショットって言って。あやっぱりこの岩大事なんだ。あの岩に隠れることでダメージがあの岩に分配されるんだ。そういうことね。オッケー分かった。また一つ賢くなった。そういうことだよね。みんながやってくれるから CP ほっと助かる。危なーい。あの岩そのためにあるんだ。なんか意味があるやろうと思ってたけど。あで毒と風がなくなってるからダメージ追加して行くぞって言ってる。うわーなんだ、なんか眩しいの来た。とりあえずピーヤンしといて、で、またこの攻撃がやってくれるから助かるね。これでまた避けれるようになるってことね。あー遠いから届かん。あでも届く届く。ムカつくやつ無事倒すって言ってるけど見かけ以上の強敵だったね。さあ最高層に降りましょう。ということはこれはやっぱまだ途中だったね。はあこれはまだボスじゃない。ボスはどんなんだろうな。手強そう。久しぶりなんでちょっと優しくしていただけないでしょうか。わあなんかこさっきとはまた違った。塔が逆だからすごい。ろうそくの火すら逆さにね。無駄に細部にこだわるのはシャーリアの悪癖ねなるほどねとりあえずダメージをひたすらあのね、こういう毒ダメージとかを与えていくのが私の仕事だと思ってますのでね。危ない。よいしょ。でも全員ダメージ与えてんのかな。いや与えてないな。一人毒ダメージ与えてないやつがいるから与えまして、なんだかんださ雑談メインになると思いますとか言いながら全然喋ってないよなずっとあの火のダメージがとか矢がとかってずっと言ってるわ。ダメだわ練習しなきゃだ。他のゲームの方がまだ雑談してるまである。あでもねこの世界観好きだからさつい入り込みたくなっちゃうんだよね。マジで音楽好き。ここの音楽もいいな。安眠ミュージックに使えそう。実際なんかこういうのの BGM を安眠ミュージックとして聴いてるみたいな人も、え、これ絶対あれ動くってね。ほら！絶対動くと思いました。私は分かってましたよ。バトルボイス。変人のバラード。ほらー！ほらー！当たらんよね。よし。全体攻撃、全体攻撃、ひたすらひたすら全体攻撃からの、お前も一体になったらもうフルボッコだどんだからな。覚悟しろ。フルボッコだどん、覚悟しろ。あやっぱみんなと戦えるっていいな本当に。はあ
お宝お宝。オッケー。召喚士もいいよね、アルフィノ君見てると。で、剣士のバラードが終了。はぁ、びっくりした。はぁ、急に来ないで。来ますとか宣言してくれますか。毒与えて、風ダメージ与えまして、次の風ダメージ、毒ダメージ、風ダメージ、毒ダメージ。明日何の配信って言ってたっけ、私。あ、そうです。明日はニケのね、ストーリーを見るって言ってたから。そうか。明日はそう、3時ぐらいにニケのストーリー見たいんだよね。で、夜にできればね、デーブ・ザ・ダイバーみたいな。そう。で、日曜日は、お披露目配信だな。サブゲンのね。で、いろいろ調整しなきゃいけない。やることたくさんだな。でも、やることとやりたいことってたくさんあるんだよね。で、気づいたら、なんか、出てないな。また字幕出てなかったわ。油断なら。出てるか？出てない？よいしょ。ちょっと待ってね。今、字幕テスト中です。あ、大丈夫。OK。ありがとうございました。では、行きましょう。はい、またこいつら来るんでしょ？もう分かってるから。あ、後ろ！え？なんなん？そんな、後ろから来るとかさ、やめてくれる？急に。びっくりしたんだけど。いや、だって、後ろとか思わんやん。めっちゃどうせまた前から来るんだろうとか思ってた。あっぷな。すごい油断してました。危ない。なんなんそれ。そういう詐欺いらんて。で、攻撃して。これでも結局、奥のやつも戦うな、多分、この感じ。はい。で、こいつらを、じわじわダメージを与えまして、と。全体攻撃。あ、なんかバトルボイスしちゃった。うわー、なんか叫ぶって、ね。とりあえず叫んでたから私も叫びました。で、攻撃。攻撃。あ、ですよねー。ですよねー。こいつまず、やった方がいいからする。だいたいこう、ちっちゃいやつはね、あとなんか回復とか魔法したりして大変なんだよ。私の自説。あ、で、でも、ちょっと待って、他の奴らに毒ダメージとかも与えた方がいいか。危ない。で、こっち行って、で、バイク、これだな。こいつらに毒ダメージ与えてと。あ、こいつも一点集中でいいかも。あ、つい私がボタン押しすぎてる。連打しすぎてる。失礼しました。よし、行くぞ行くぞ。よし、行ける行ける行ける。ツイッターでもね、ちょこちょこ言ってる。いや、なんか、FF やってんのにって話かもしれないけど、最近ね、仮面ライダーを見出したんですよ。今って感じなんだけど。なんかもともと、なんか、まあ、もともと別に嫌いでもないし、どっちかっていうと好きな方だからね。そう、それもあって、なんか、こう、家のテレビでね、こう、大画面で見たいよねって話してて、それで見れる方法とかを見つけたらさ、じゃあもう、見ちゃう？みたいになって、仮面ライダーとかが見れるね、やつ撮る。あれ？僕らは陽気なカルコブリーナ、怖くて可愛い人形さ？キャッホホー。キャーホホーか。なんだなんだ？人形が、まあ、あれ、これも魔法人形みたいな、魔法生物ってやったよね。なんか踊ってる。急にムービー入るのね。やめてくれますか？びっくりするからね。これがラスボスっぽいな。え、なんか、カルコプリーナだけど、6体いるけど、
なんか 2体しか HP 表示がないの。どっちから倒すのが正なんだ。いや、めっちゃおるわ、カルコ。注意してかなりの魔力量ですよね、ですよね。え、待って待って待って。うわー、待って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 。あ、ここにいた方がいい。行った。なになに。ちょっとあの円はやっぱダメージ食らうんか、離れた方がいい。やっぱ当たらん方がいいのね。え、いや、なんか、え、結構すぐに倒れてる。なんだなんだ、あれ終わり。いや、なわけないよな、バーカミって言われた。なにこれ、え、は、わーおー。いや、その方がいいよ。一体にくっついてくれた方が。人形が合体した。すごい合体やな。これは別によらんでいいか。とりあえず攻撃しまくったらいいよね。じゃあ、あ、そうですね、これですね。で、バトルボイスウォーってして、で、攻撃。いでででででで。みんなここにいるから、私もここにいる。みんなと一緒にいた方が安全だから。いけ。え？は？なんか人形になった。ああ、戻った。なるほど。ダメージを与え続けなあかんのか。こいつでどうだ。いや、きつ。これ大変だな。えぐ。ちょっと待って、しんどいよ。みんなここに集まらんとほうがいいやな。分散されるってやつね。はいはい。なんか見られてる。うわー、なんか私おかしくなってる。動けなくなった。なんだなんだこれ。なんか、ああ、びっくりした。なんかそういう効果なんだろうな、多分。で、攻撃で、これでこの攻撃効果与えピーヨンかなんかして、ウィン、いたたたたたた。なんかすごいバチバチ当ててくる。でも別に弓矢だから若干遠くに行ってもなんとかなる。溜まったらリミットブレイク出した方がいいか。あ、しまった。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。あー、これ敵だから、敵になっちゃってるから戻さんと。回復役やしかも、よりによって。よし、戻った。はあ、これは近寄っといて分散できるようにする。はい。で、回復頑張ってもらって、バトルボイス、こっちの技を出す。で、ブラッドシレッダーとかも出す。いや、次やったか。はあ、なんか上限のため受け取れませんって言ってたな。ホラーやん、こんな人形。怖っ。なんや、やったんかこれ。なんかまだ残っとるが。なんかあの私学使わなあかんな、多分。どっかで交換できるとこあったもんね。交換しに行かなきゃ。てて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 て。ここが最も星の海に近い。ミンフィリア！私の目には眩しすぎる。だってエーテルしか見えてないんやろ？だいぶきついよね。ミンフィリアちゃんじゃない。ヤストラちゃんは。よしよし。出るぞ！これでミンフィリアちゃんと会えるの？いや、ミンフィリアちゃんの場所がわかるってだけだったっけ？頼む。どうなる？お、あ、共鳴する？
たる。聞いて感じて考えて。ああのいつものハイデリンや。ハイデリンの声が最近全然聞こえなかったのに。あ、ハイデリン、おひさ？あなたならば必ずやたどり着くと信じていた。あ、そんな口調なんですか？よくぞここまで来てくれました。おう、はい。ミンフィリア？私は星の代弁者。あなたにとってはミンフィリアだったもの。え？ミンフィリア返して。そちらの時間ではもう久しい過去になるのでしょうか。裏切りの祝宴から逃げる最中、私は星のハイデリンの声を聞きました。え？私は声に導かれるまま自ら仲間のエンシェントテレポに巻き込まれることで、エーテルの流れに身を投じ星の海にたどり着いたのです。は、はあ。けれど星の声はすでに消えかけていた。失われゆく訴えのすべてを知るため、私はハイデリンの一部となることを望みました。え？じゃあミンフィリア戻ってこんってこと？今の私となったのです。私の声は星の声。ずっとあなたに世界の真実を伝えたかった。え、ミンフィリア？だからお願い、聞いて感じて考えて。じゃあずっと聞いて感じて考えてって言ってたのはミンフィリアやったってことか。まあ、なんかそれのなんか時空がこう今リンクしたって感じってことだよね。わからんけど。すべての命が生まれるより前、星の海の底では光たるハイデリンと闇たるゾディアークとがひとところにありました。ほう。しかし闇が力をつけ、光との均衡が崩壊したのです。そこでハイデリンはゾディアークを星の海より放逐し、遠い天に封じることとしました。そんな力はあったんか。こうして月が生まれた。はあはあ。しかし星を二つに裂く痛みは次元の境界をも傷つけてしまったのです。ああ、なるほど。あなた方が生きる原初世界の他に十と三もの共存の世界がこの時に生じました。うん、なるほどしか言えない。光と闇の力もこの間ちょっと飲み物、それぞれの世界に分かたれたのです。月に追放されたゾディアークは使徒たる亜支援を使わし、世界を統合しようとしています。闇の力を寄り合わせ完全なる復活をなそうというのです。そのためにはここ原初世界の側から世界を分かつ壁を破壊しなければならない。これこそが次元悪界であり、アシエンたちがアーダーと呼ぶ現象なのです。そして人の歴史ではこれに伴う最悪を霊災と呼ぶ。おら難しくなってきたぞ。でもその衣装ミンフィリアちゃんかわいいね。過去7度の霊災によりすでに7つの世界が統合されてしまった。なるほど。あと、え、強まった闇の力、10と3って言ってたから光の力は13ってこと。ばかりです。あと 6?
どうかアシエを止めて世界の統合を阻止してください、うん、それが私の最後の。え、メンフィリア、どうしたメンフィリア。あなたのクリスタルから借りた力もこれ以上はもう残った力で。ああ、そのクリスタルの力を借りた。星の渚まで送りましょう。ミンフィリアは？光の加護を受けしハイデリンの子らよ、どうか世界を。え？最後に何をしてほしいって言おうとしてるんや。ミンフィリアはどうなるんや。ミンフィリアは、待って、ミンフィリアマジでどうなるの。ね、ミンフィリアずっと一緒じゃないの。ねえ、なんて言えばいいの、みんなに。ミンフィリアハイデリーになっちゃったわって言うしかないの。嘘やろ、クリスタルその様子、何かを見たのだね。つら、言うしかないのか。よし、マトウヤ様の洞窟に戻ろう、うん、詳しいことはクルルさんを交えて聞かせてくれ。まあそうか。つれー、え、ミンフィリア戻れへんのちゃん。いや、あるんか、なんか方法が。せっかくこうやって友と出会えたのに。あとは扉封じるだけか。全員無事のようだね。はい、無事です。それで守備はどうだったんだい。うん、そうそう。まあみんなで話したらなんかわかるか。なんという星の海でそんなことが。いや、やっぱそうなるよな。クルル、あなたの率直な見立てを聞きたいのだけれど。うん、ダメやろ、ずっと居すぎた。ハイデリンと星の海に居すぎたから多分戻れないんじゃない。ハイデリンの声に導かれて星の代弁者となる。とんでもない話だけれど、うん、嘘ではないと思う。うん、彼女は誰よりも星の声を聞き取る力が強かったもの。ああ、確かに。そして声が消えるほどハイデリンが弱っているなら、その一部となったミンフィリアもとても不安定な状態だったでしょうね。うん、力を使い果たして。いや、まだわからんやろ、かけらは残ってるかも。そんな、ミンフィリア、暁の灯火がやっと輝きを取り戻してきたんだ。それを見たかったのは誰よりも君だっただろうに。本当だよ、灯火ね。ミンフィリアという娘を殺したのも、その熱すぎる炎に他ならないと思うがね。あー、いや、まあわからんでもないけどさ。ちょっと待とうや、言葉がちょっと今はよろしくないんでは。なあ坊主、お前たちは一体何がしたいんだい。何か。我々暁の決命の目的はエオルゼアの救済です。ミンフィリアが教えてくれたアシエンの暗躍、加えて万神問題など、この地は脅威にさらされ続けている。
それらからエオルゼアを救いたいんだ。だったらでもミンフィリアはもう必要な犠牲と考えて動くしかないのか。なるほど、いかにももっともだ。だが聞こえのいい大義ほど人を無心に駆り立てて、そこにあったはずの真の願いを見失わせるのさ。まとやまとやばあちゃん、お前たちのやっていることは、所詮戦いだ、先に進もうとすれば今回のように命を失うこともある。そうよね、もう何度も失った。掲げているその目的は自分の誰かの死を捧ぐほどの願いかね。うん、願いだと思う。私の覚悟はとっくに決まってるわ。最初から自分の願いをなすために暁の理想を追っているんだから。いや、シトラちゃん、アシエンが闇の力の復活を目論んでいるならなおさら霊災のきっかけとなりかねない。あらゆる戦の種を片っ端から潰すだけよ。いや、シトラちゃん可愛いし強い。グルル、手伝ってもらいたいことがあるの。一緒に来てもらえるかしら。まだ覚悟難しいよね。アルフィノ君はなかなかな、いろいろこう試行錯誤してる子やからな。あ、ちゃんとねカーティシーやって。サンクレット？サンクレット、どうするんや、どこ行くんや。ねえ、せっかく集まったのにまたバラバラになっちゃう。私はせっかくみんな揃ったのに。つらーつらー、みんなバラバラ、どうして、悲しい、みんなバラバラやん。待って、なんて言ってた？人はいつか死ぬものさ。ミンフィリアって娘の死に果たしてここだったのかね。彼女の本意を知ることができるとすれば、先を助かれたお前たちなのかもしれないよ。頑張れとは言わないがね、触れ合う他人の人生に一喜一憂してるぐらいが我がぞらしいってもんじゃないのかい。まあ本当にミンフィリアは二度と戻ってこないのか。こんなにもあっけなく先へ進むしかないんや。そうや、ミンフィリアが命をかけて伝えてくれた危機を見過ごすわけにはいかない。私たちはゾディアクの陰謀を阻止するために共に戦おう、何か失うのだろうか。まあそうね。あ、まあミニオンだ、カエルのミニオンゲットした。でも行くしかないんだよな。ミンフィーラのことは私からタタロに伝えよう。ただ彼女が消えてしまったことが本当に定かになるまでフラミンや暁の仲間には言わずにおきたいんだ。そうだね。それからゾディアクの件をウリエンジェとも共有して、今まで以上にアシエの動向に対して注意を払ってもらわなければ、君には少し休んでいてほしい。あまりにも辛い役回りだったろうから心配なんだ。後のことぐらい私にも。アルフィノ君、まあ確かにミンフィーラのその変わりってしまった状態見てっちゃってるしな。そういえばアイメル教から暁宛に近々行われている式典の招待が来ているんだ。息抜きだと思って行ってみてはどうだろう。どうせ巻き込まれるやん、なんかに。いつものこと。ミシュガルトのアイメル教を訪ねてみてくれ。はぁ、あ。つれえな。ミンフィリア。ミンフィリアちゃん戻ってこないのか。そんなことないよね。装備品、なんか前すごいボロボロだった時あったんだよね。なんかしばらく直さなくていいって言われて、イエイホーってこと思って全然何もしてなかったから。なんだっけ、これ換気アイテムなんだよね。はい。これ全部売っちゃっていいの？多分売っていいんだよね。はい。あ、こんなとこにオーケストラある。じゃあ買おう。なんかわからんけど。へえ。こんな感じで、そう、アイテム買えるんですね。あ、なるほど。これも、なんか、
あれですね、多分オルガンのとこで使わないといけないのか。換金アイテムって他にあるんかな。私が持ってるもんがなんか何なのかよくわからんのよな。これなんかいっぱい同じなんか棒がいっぱいあるけど、これも売った方がいいのか。もう私はあのフィロさんからもらった弓があるから、弓もらったよね。私の妄想じゃないよね。妄想だったらどうしよう、ちょっと怖くなってきたわ。俺はこれがボロボロになってたとえ折れても使い続けるんだからな。前のも変えるのし変えらなきゃいけないってなった時も苦渋の決断だったもん。変えなきゃいけないのか本当にってなった。先になんかあの私学のなんかって交換した方が良かったか。ここどこ。あーいや、イシュガルドだよ。ここどこも何もだよ。都市転送網でこっちだな。はい、近いとこ移動してお話聞きに行けばいいんだよね。でも本当に戻ってこないのか。そんなことあるか。いや絶対戻ってくるって私は信じてるぞ。チーズ、アイメリコチーズ。ああ君か。さては式典への招待を受けてくれたのだな。そうだよ。まあいろいろあったけど、ありがたい。心から歓迎しよう。君にはぜひ立ち会ってもらいたくてね。うん、なんだい。あれ女の子いなくない、秘書の子。先日の支給派強端省の政兵による教皇庁立てこもり事件は覚えている。ああ、あったね。女の子が危なかったけどドラゴンがかっこよく助けてくれた。人質の少女をビゾーブニルが助けることで、うん、人々にドラゴン族との融和の可能性を見せることができた。そうそう、よかったよねあれ。その可能性を確固たるものにすべく、うん、改めてビゾーブニルら聖竜の眷属と、うん、和平のちぎりを交わす式典を開くことになったのだ。ああ、なるほどね。いいことだ。君や暁の協力によって開かれた可能性をこうして次につなげられて私も大変嬉しいよ。いや、ここまで行くのにはきっとさ、もうアイミックめっちゃ頑張ったと思ったよな。聖竜の眷属と和平のちぎりを結んだところで、邪竜の一派が動けば戦わざるを得ないだろう。それは仕方ないよね。だが少しでも多くの国力を高度復興と混乱の収束に当てることこそ、うん、真の変革になるのだと確信している。すごいなあ、エメル教はしっかり願いと。あ、大丈夫か。え、疲れてない、頑張りすぎじゃない。すまない、大丈夫だ。怪我も治りきっていないのに、張り切りすぎるなと、ルーキアの敵を刺されてはいるのだがな。いや、ほんとだよ。無理しちゃダメだって。立てこもり事件以来、同じ過ちを繰り返さぬよう、うん、私は多くの民の意見を聞いてきた。うん、不安を組み、できる限り、うん、最善の施策を提案してきたつもりだ。まあ、それはね、それはそうなんだけどさ。その甲斐あってか。最近では地球派の声も収まっている。ほうほうほう。だからこそやっと式典にこぎつけることができた。とはいえ無理しすぎなんよ、うん、そのね、頑張りはすごいけど無理するのは良くないからね。アイメイ君にはこれからもずっと頑張ってほしいんや。君は主品に等しい存在なの。あー、主品かー、ヒーローなっちゃう。遅れないで来てくれよ。また英雄なっちゃうか。式典の開催場所は人の領地と竜の領地の狭間、うん、クルザス西部高地のファルコンネストと決まっている。ファルコンネスト、はい、ファルコンネストね。現地ではルキアが準備を仕切っているはずだ。あー、なるほど、ルキアちゃんそっちにいるのね。声をかけてやってくれ。
あいよ。無理せんでよ。休みなよ。休みなよ、アイメリッキョ。すまない。最後にもう一つ。なんだなんだ。私も同じタイミングで、はって振り気になっちゃった。式典が無事に済んで落ち着いたら、ぜひ、君と杯を交わしたい。いやもろもろの礼も兼ねてな。いや仕方ないな、仕方ないな。ええー、で、あれあれ、主人公ちゃんなんか鎮痛な趣やな。そうか、いやまだ考えてるよね。さっきのそういう出来事もあったから、いろいろ考えなきゃいけないこといっぱいだもんね。まあ主人公ちゃん辛すぎ。知り合って仲良くなった人亡くなったりめっちゃしてるからね。本当に幸せになってくれよそうだからね、悲しみを抱いてたんだよな。そう、結局悲しみを抱いてるんだよな。あの式典、こっちの人たちはその事情知らないもんね。うん、そうだよな、そうだよな。つら。そうか、なんかレター来てたりするんかな。なんもないわ。こういうレターってなんか来たりするんかな。ああ上か。なんかね、前はさ、ほら、オルシュファンもいてさ、友よって言ってこうね、笑ったりしてくれたのに、もうオルシュファンもいないんだよな。つら。お、アイメイク様からの招待を受けてくれたのか。イエス、アイル。そう、まもなくこの場所で人と竜の和平をちぎる式典が開催される。準備の方も滞りなく順調だ。ほらあれを見てくれ。お、幕の向こうに式典でお披露目するレリーフがある。まもなく取り付けの工事が終わるところで。おお、この先どれほど月日が流れたとしても交わした和平のちぎりが消え違えないようにとアイメリック様が設置を提案されたんだ。そうだね、そういうことが大事だよね。イシュガルドの生まれではない私でさえ今回の式典には感慨深いものがある。間違いなくこの国の大きな転機になるだろう。そうだね、その準備もアイメリック様が任せてくださったのだ。何事も決して抜かることなく式典当日を迎えてみせよう。それまでしばし時間がある。普段は何かと忙しい気候のことだ。よければゆっくりと羽を休めてくれ、言ってくれ。主人公が羽を休めるなんてことあるんかなんだかんだ主人公って常に何かしらやってるよね。ずっとなんか動いてる。さて、私は準備の続きがあるのでそろそろ行こう。キコは少し街中を散策してみてはどうだ。和平式典を見ようと各地から市民が集まり始めているし、フォルタン家からはアルトアレール教と エマネラン教が警備の補佐をしに来てくれている。ぜひ彼らに声をかけ式典までの時間を楽しく過ごしてほしい。それではまた後ほど。まあまあこれもチッス。おう、気候も招待者、英雄が来てくれたとあらば、準備にかかる部下たちも一層仕事に身が入るだろう。しかし心配なのは外回りの舞台だ。ミゾーブニル殿が高知ドラバニラから飛来する際、危害を加えるものがないよう見回らせているのだが、ここより西方にはドラゴン狩りを目的とした集団、聖フィネア連隊が在住している。彼らとの交渉がうまくいくかどうか。ああ、なるほどね。もうなんかフラグができてるけど大丈夫か？あ、エマネラン、チッス？ん、お前、なんだよ、相棒かよ。急に話しかけてくるから驚いた。なんか企んでないか、大丈夫か、お前たち。すみません、ロキ様。最近のエマネラン様と来たら、ちっとも似合わないのに考え事ばかりしているようなのです。ちっとも似合わない。だいぶ失礼だが。で、このロスさん。はいはい。
式典ドキドキすんな。ドラゴン族との和解っていうのはするっていうのはもちろんだがよ、大半の異端者を敵対しなくてよくなるのは大助かりさ。なんといっても工事を妨害されずに済むんでね。お偉方も異端者との和解を進めてくれてると聞くし、お互いの過去を水に流してうまくやっていきたいもんだな。そう思えるのすごいね。なかなかそう思えないと思うけどね。下かな？この感じ。いや、壁に、あいや、あいやめっちゃ見逃してたわ、こんなとこいるの。さっきめっちゃ見てたやろ。式典にはまだ早いって分かってたんだが、少しでもいい位置で見たくて駆けつけちまったよ。まさにアイメリク総長だからこそ成し遂げた偉業。教皇庁竹、ちゃ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 。はい。新しい制度や仕事の不安について俺たち平民にも丁寧に説明してくれてたし、今じゃ家族揃ってイシュガルドの門出が待ちきれないんだ。いい話ですね。アイメリク教が頑張ってる甲斐がありますね。本当に集まったからのアルトアレール教ね。お兄ちゃんね。ロキ殿、よく聞いてくれた。こうして君と向き合うと、占拠された教皇庁を共にかけたことを思い出すな。あの時流れてしまった竜と人との交流を再開する宣言、それが改めて行われつき、たっての希望でルキア殿の補佐をさせてもらっている。いい話だ。うんうん、おルキア殿。話の途中で申し訳ない。アルトアレル教、少しよろしいか。もしや何か問題が？西に在住する聖フィニア連隊に対し、ウィゾーブニルへの攻撃中止を要請した件でな。大半の者は要請を受け入れてくれた。だが一部にドラゴン族との徹底抗戦を掲げる者がおり、話し合いが難航しているような。あららららなんと、その者たちが式典に来るウィゾーブニルに手を出しでもしたら。ああ、だからこそ是が非でも彼らを説得しなければならない。彼らは要請に向かった神殿基地を介して責任者である我々と直接交渉を要求している。キレイにも同行を頼めるだろうか。そうだね、もちろんだとも。私にできることがあれば何でも協力しよう。いい話だ。申し訳ないが、我々がファルコン ネクストを離れている間、一つはい来ました。お使い。恥ずかしながら我が愚弟のことだ。元より地に足をつかない男ではあったが、最近は特に覇気をなくして。確かにね、半ば強引に連れ出し警備の任につかせてみたものの、私の目がなくなればいつサボり出すとも知れん。すまん、信頼ねえな弟。エマネラン君。ありがとう。君に頼めるなら安心だ。それでは心置きなく私の役目を果たしてくるとしよう。はい、いってらっしゃい。でんでででん。はい、お出かけです。どうしたエマネラン君。 なんだよ相棒。俺様を遊びに誘いたい気持ちはよーくわかるが、今そんな気分じゃ。え、早速警備をサボってないかって。バカだな。忙しすぎてゲイラキャットの手も借りたいくらいだぜ。そうだ、ちょうどいいからお前も手を貸してくれよ。町の外の巡回を少し手伝ってほしいんだ。なんでもここに人が集まってるのを察して、凶暴なゴーストウルフの群れが来たらしくてさ、式典の客がうっかり食われたら大変だろ。地図に印しといた場所を見回って、オオカミ、猿じゃないわ、オオカミどもを始末してくれ。そんじゃ俺様は街中の巡回を頑張るぜ。行くぞ、おのろは。ロキ様、お手数おかけしますです。はい。絶対私の目を逃れるためじゃん。なんてわかりやすいやつなんだ。わかりやすすぎてびっくらするよ。え、どこ？いや、びっくりした。でかっ。え、ちゃうな。こっちか。あ、急に BGM 消えるとびっくりするな。みどちゃん。みどちゃん、ここ飛べへんの？みどちゃん。やっぱ風の結晶ほんちゃらみたいな集めなあかんのか。なんか、なんだかんだストーリー進んだらできるようにならんかなって思ってたんやけど、そんなことなかったか。
うわこの先かな。危険な道のりだが気をつけていくぞ。気をつけてな。あ、上か。ああ、マウントから降りて、これなんか絶対なんかショートカットあるよね絶対私があのショートカットの仕方知らなくてなんかうごうごしてるだけだよなって思うわ。さーて、ウルフちゃんどうせ出てくるんでしょう。キャモン。はいはいはい、はい、いたいた。とりあえず毒を与えまして、はい、で他のやつに攻撃当てないように気をつけながら、で攻撃しまして、このアルファゴーストウルフをとりあえずやると。はい、 OK だね。で次がこっちだな。まあ落ちればすぐだよね。わー、痛い、めっちゃ痛そうな声出した。ごめん、そんな痛いと思ってなくて、ごめん、なんか超人だと思ってた、ごめん。あー、そこね、はいはい。これは痛くないんだ。よくわからんな、私この子のこと未だによく理解できてないわ。まず毒と風ダメージ与えるでしょ。はいはい。なんだ、一体かと思ったら後ろにいたわ。危ねえ。毒で、ここなら大丈夫だろう。あー、オッケー。で通常攻撃与えて、なんだこっちはあのでっかいのいないの。あら、簡単でしたわね。これで戻るだけ。はい、戻りまーす。さてさて、エマミラン君どうしたんだっけね。あのオルシュファンの死の後ぐらい、いや、あの立てこもりの後ぐらいからもだいぶずっと落ち込んでる感じだよね。サボってないか。でも結局なんかいつも通りなんかな、サボろうとしてるところを見ると。大丈夫か危険な任務をお任せしてすみませんです。まあエマネラン様が言っても怪我人が増えるだけだったかもしれませんが、はい。オノロア君結構毒舌よ。お、巡回ご苦労。こっちも広場から便所に至るまでどこもかしこも異常なしだったぜ。あ、そうだ、途中でお前を探してる男に会ったんだ。ほら、放火事件で捜査を手伝った銀髪で引き換の、え、あ、そうそう、サンクレットとか言ってた、言ったっけ。ともかくそいつがお前を訪ねてきててさ、あんな強いやつをただ待たせたことも何かなと思って、印をつけ忘れてた場所の見回りを任せといた。まだ戻ってきてないから追っかけてみる。お前おい、普通に来た人さ、そんなお使いさせんのやめてくれるねえ。いや、エマネランが言ってもダメだったかもしれないのはそうだけど、かといってちょっとダメだよ、ただの客人をそんなお使いさせないでよ。何してるんや、恐ろしい。えいひょえいひょ、どっこいひょ、ででででででで。サングレットはどうしたんだろうね。いや、なんかだいぶ遠いやん、印つけ忘れてる場所。はあ、空が飛べたらな。なんか絶対なんか私が忘れてんだろうな、間違いなく。ああ、失礼。なんかこういい感じのさ、なんか風の結晶集めれへんかな。サクッとヒューンとボーンって感じでないかな。さすがにちょっとずずしいか。ああ、くそ、敵に当たりたくないがゆえにいろんな遠回りをしようとしちゃう。おや、
ここはここで、あ、ここなんかあったな、前。お弁当届けてとかなんかそういうのなかったっけ。なんかで、ってなった記憶があるのは無駄に覚えてるんやけど。こっちか。行った。ちょっと待って、これやばいな。ダメージやばいな。でもこの下だからな。うわっ、はあ、はあ、はあ、絶対ここの落ちたらダメージやばいな。はあ、はあ。はい、こんばんは。ありがとうございます。頑張ります。いちごさんね。はい、こんばんは。ぼちぼち頑張ります。よいしょ。待ってよ。ここ!ぐわっ!いや、まだまだ大丈夫。回復するのを待ってから、回復するのをちょっと待ち。よしよし。これならもう大丈夫。ダメに食らうんでしょ。どこ?ねえ、いい、わかります。めっちゃかわいい。I love ファットキャット。あら、待ってくれ。俺たちに戦う気はない。イゼルス様と交流があったというウィズ・オブ・リーの式典を一目見たくてここまで来ただけなんだ。そしたらゴーストウルフに襲われて、でもこのやたらと強い兄さんが来て助けてくれたの。なるほどね。サンクレット、あ、ロキ、よかった、やっと前に会えた。ここいらのゴーストウルフは討伐した。そこの連中は和平の式典やらを見学したいだけだそうだ。俺はお前の手伝いをしたくてな。サンクレット、ええやつすぎる。ねえ、早い、そう。サンクレット、いいやつすぎる。案の定また面倒事を押し付けられてたんじゃないのか。すまないが今は何も聞かず同行させてくれ。さあファルコンネストに戻ってフォルタン家の次男坊に報告してやろう。ほうほう、オッケー。とりあえずこれで戻ったらいいんだよね。戻ろう。テレポ券は使わないと。で、あ、びっくりした、めっちゃ人いる。こっちか。またエマネラン君を探して、お話ししたらいいんだよね。サンクレット君、ははー、事情が分かって、こいつなかなか困りものの次男坊様なんだな。そうですね、イエス、ビギナー。久しぶりにまた再会した感じですね。おっしゃる通り、サンクレットさん、よく分かったね。あ、サンクレット様とすれ違っていた、どうしようかと思っていました。いや、ありがとう。サンクレットと無事再会できたようで何よりだぜ。おかげさまで全ての巡回が完了だ。狼どもも簡単には出だしできないと分かって、住処に引き返すことだろうよ。なるほどね。一件落着か。地味で楽しくない仕事だったぜ。はは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 。なんか悩んでるよね。何、どうしたん。エマネラン君何悩んでんの。さ、仕事はもういいからお前適当に休んでろよ。客人を手伝わせたのがバレたら兄貴から大目玉だしな。まあまあ、いつものことだから。そこの弊社の1階が臨時の食堂として、式典の来客向けに開放されてるんだ。まずは腹ごしらえでもするといい。お、少し街を見てくるとしよう。用があったら呼んでくれ。サンクレット君、いい人。いつも思うけど。でも多分今、あれだよな。多分考えてるんやろうな。いろいろ。ね、あんなずっと探してたミンフィリアがいないって分かったから、つらかろう。つらいよ。なんかいいね、にぎやかな感じの食堂。いらっしゃいませ。よかったら空いてるお席にどうぞ。どうも。一人席ありますか。大勢の中に座るのはちょっと気まずいので、
ああ、あるわ、一人席だわ。外は寒かったでしょう。式典を祝してサービスするから温まってくださいな。おお、優しい。声あるとこの人も特別な人なのかとかちょっと考えちゃうけど、別にそんなことないな。お料理は少しお待ちくださいね、うん、何せ大にぎわいなものだから準備が追いつかなくて助けられない何か食べて。ずっと戦いばっかりだったから。そうだよな、ずっと戦ってたもんな。私だって少しでも式典開催を後押ししたくて、うん、いても立ってもいられずにここで働かせてもらってるんです。めっちゃええ人やん。恋人をドラゴン族との戦いで亡くして、うん、とても悲しい思いをしたから。戦いが終結に向かい始めるのがし、あの、何か食べたらいいと思いますよ何か食べて、周りに何か食べ物ない？サブシングフード、いいといいとサーチサーチ。え、なになに、なんか急に頭。もう眠たくなってしまったんですか。ずいぶんお疲れだったようですね。え、なになになに。まあ、あれだけ大きなことをなすのは当然か。そうでしょう。竜の背に乗り凱旋した旧国の英雄さん。え、え、なに、え、待って、これ一人席案内されたのも、わ、罠？薬盛られた？え、嘘やん、エマネラン、お前。しばらくお休みになっていてください。え、ま、余計なことはしなくていいです。エマネラン、お前、わざとかもしかしてえ、嘘やろ。え、どう、お前のせいだ。あー、ドラゴン族とで彼女な、恋人亡くしたって言ってたからか。なんやなんや。ごめんなさいね、お恥ずかしいところ。ここには息子たちが眠っているの。鍋なんか探して食べて、食べた方がいいよ。お腹と背中くっついちゃう、お腹減りすぎて。お気持ちはとてもよくわかります。ああ、そうか。そう。あなたも。いや、まあ、でもそうだよな。ドラゴン族との戦いで大事な人を亡くした人からしたら、和平ってなんやねんって。なるのは、それはそう。それはそう。旧国の英雄なんて言われてるけど、そういう人からしたら、なんか、はーってなる。近頃のコートでは、うん、ドラゴン族との融和がしきりに説かれているでしょう。それは素晴らしいことだと分かっているのだけれど。まあ、いや、そうよね、あの、分かるけど、どうしてでしょうね、うん、人と竜の和解が進むほど、うん、戦に散った息子たちのことを先祖がどうした忘れろと言われているようで、うん、いや、そうだよな。寂しくて、そんな悔しくて忘れろって言ってるわけじゃないんだけどね、亡くした人たちを忘れろって言ってるわけじゃないけど、やっぱそうだよな、亡くした人たちからするとそう思うよね。急に180度変わった意見を押し付けられてるわけだから、受け入れられるわけはないよな。信頼のおける同志はこれだけか。ドラゴン族との融和政策に反対する者も少なくなったものだ。まあ、アイメリ教が頑張ったからな。仕方があるまい。アイメリク教が提案した政策は、うん、さも最良に見えた。利益のみで道を選ぶ連中は皆違うよ。利益でアイメリ教は考えたわけじゃないよな。
は違う。今でも竜に殺された兄弟が夢に出ては竜を許すなというんだ。いやあいつらが浮かばれるまで何とも言えない。戦いを続けたい。どっちも悪くないと思うんだよね。そもそもこれまでの歴史が嘘であったというのなら、融和の先に掲げられた繁栄も本当かどうか怪しいものだ。難しいよな。それぞれの主張があるから、融和に前向きなどっちもこの千年間なんか正しくてどっちも正しくないから。劣勢を悟った竜がアイメリク教を騙したに違いない。でも融和を望む機運は、うん、もはや私たちに止められるものではなくなっています。今度ファルコンネストで行われるという竜と和平の契約。まあそこら辺はねもう人のそれ難しいとこだよ。いや、まあ、結局人がねドラゴンを攻撃しなかったらこんなことにはならなかったわけだけども、じゃあどうしたらよかったのっていう、今どうしたら解決するのっていうと、それなら何とも言えない。式典を阻害すればいい。ハランさんこんばんは。私はやります。この命でみんなが戦う意志を取り戻すなら十分です。今日は FF14 めっちゃのんびりやってます。難しい、そう難しい問題。ハロー突然のハロー。おいおい起きろ、目を覚ませ。あ、サンキュレット。俺どうなった薬盛られた。助けてサンキュレット。大丈夫か。少しばかりまずいことになった。ともかく外に出るぞ。むにゃむにゃ頭痛そう。え、どういうこと。何、イシュガルドの民よ。あ、我々は融和という偽りの安息を拒み立ち上がらねばならない。まるで前のあの子のような彷彿させる。思い出せ、竜に腹渡を食いちぎられた親類よ。思い出せ、戦地に旅立ち二度とは戻らなかった友を、恋人を。あらららららら、まずいことになってるわ。この地が悲しみに凍ることなく巡っているのは、奪われたことに怒り戦い続けてきたからだ。イシュガルドの民、ね、その強さは竜との戦いのみに。いや、戦い続けたってどっちも疲れるだけやん。邪竜の目的はそれなんやから。おい何を突っ立ってる。早くあいつを止めろ。そうだよ、エマネラン。そうや、はい。なんで弓でやったね。見ろ、これが現実だ。いやいや、攻撃したらあかんって。奴らは意にそぐわない事実を消していく。神はまた騙されて。そんなことないよ、アイメリック教はめっちゃ考えてたやん。あなただけも都合よく考えてるだけじゃないか。民を戦場へと導き、我々から愛しきものを奪っておきながら、ノーノーと融和を解いて復讐の機会さえも奪おうとする。クソくれ。復讐したって戻ってこないやん。わかるけど、戦だけが、竜との戦いだけが唯一の希望なんだ。あなたが戦うのか。戦わないでしょうが。いや、まあそれとはなんか話がちゃうんやろうけど。生きる理由を奪わないで。いやー、それはなんかちゃうやん。なんでそんな急にこんなことやるん。いや、
待ち、握手やろ。なんでやったん。何してるんだよ。殺せたなんて俺は一言も。エマネラン君。しかし捕まえろよ、弓じゃなくて。失敗してるよ。ああ、あらら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 、エマネラン君が。やべえ。違う、俺が命じたわけじゃない。落ち着け、エマネラン君。俺はただ本当に。あららら、あれそういうことやったのな、責任者呼べって言ったの。エマネラン君、エマネラン君落ち着け。やばいな、これ空気感がやばいよ。しかもいろんな人が揃ってるとこでこんなことになっちゃったんだから、やばいね。あららららららら、ら、そうやね、エマネラン君が止めろって言っとかなきゃどうかなったか。うん、つれー、ひどい惨劇だったの。ドラゴン族との融和に反対する一派が責任者の不在を狙って暴動を起こしたようだ。エマネランは話ができる状態がなさそうだが、伝令が飛んできいたから間もなくルキアたちが引き返してみよう。ああ、そうやね、余計な混乱が起きてそう。これだって絶対それを狙ってるもんね。共に式典を見に来ていた妻が暴動に巻き込まれたのだ。幸い軽い怪我で済んだからよかったもん。反逆者ともに絶対に許さんぞ。目先の苦渋などにとらわれよって。今はもっと対局を見るべきだとわからんのか。まあ貴族はそうね。でも平民とか実際にそういうことを見た人たちがどう思うかだよね。いや違うわ、この人じゃないわ。いやー、流れがだいぶ悪い方向に行ったんじゃないか。せっかくドラゴンの和平が進みそうだったところにこれでしょ。っていうかね、私を薬で眠らせたあの人、本当に本当になんつうひどすぎるやろ。せっかく休みに来てたのにね。主人公はただちょっと心を休めに行きな、休憩してきなって言われたのに、大体騒動巻き込まれるんだよな。つらい。暴動に賛同するわけじゃないけど、あの女性の言葉はざっくり胸に刺さったよ。俺だって友や先輩を戦で亡くしたしさ。それにしても教皇庁の立てこもり事件に続いてこんなことが起こるなんて、最近のイシュガルドはどうしちゃったんだ。ドラゴン族を倒そうってあんなに一致団結してたのにな。今じゃ人同士の罵り合いばかりじゃないか。竜と和解していくのは本当に。いや、あのね、共通の敵が一人いるとね、他は団結しやすいんですよね。だからそういう意味では確かにそりゃそうよ。ね、でも、それって結局さ、本当の一致団結かって言ったら違うもんね。だってもともとさ、人がドラゴンを嘘ついてやっちゃったのが原因なわけでしょ。その事実に目を背けて生きてくって。ね、でも、一般市民からするとそれってほんまなんてなるやろうから、真実は分かんないだろうから、うん、難しいとこだな。あの女の子に向かって矢をいらせたのってフォルタン家の放浪息子だったんだろ。昔からいい噂は聞かなかったが、あれは最低役だな。結局変革の中心に貴族がいる限り、私ら平民は幸せになれないのかね。なんだか急に夢から覚めちまった気分だよ。いやー、なんでよ、アイメリッキョがあんなに寝る間を惜しんで話を聞いたん、一体。なぜそれをみんな分かってくれないの。すら、サンクレット君、なんかちょっとやばいよね、空気感がやばい。貴族は多分あんまりそういう風にはなってないかもやけど。あ、ルキ、そっちはどうだった。もうダメ、もうみんななんか空気が悪い。そうか、こちらも目立った騒ぎこそ起きてなかったが、やはり明るく元通りとはいかないようだ。罪のない犠牲者を出している以上、暴動を起こした反乱者たちはトガ人に過ぎない。エマネラの対応も間違ってなかった。そうやね、確かに実際に暴れて他の人に怪我させたからね。だが
人の気持ちは善悪だけで割り切れないもの。誰もが失う悲しみを知る国だからこそ波紋は広がるだろう。これからどうするつもりなのか。過去に縛られた心は動かすのに苦労するからな。まあサンクレとかもミンフィリアちゃんのことちょっと考えちゃうよね。そろそろルキアたちが戻ってくる頃か。俺は見聞きした町の様子を話してやろうと思うが、お前も報告に行くか。そうやな。よし、じゃあ一緒に行くとするか。エマネランが食堂で住んでいたから集まるとすればきっとそこだな。いや、エマネラン君は正しかったんだよ。でもね、弓でいるんじゃなくて、こうなんか兵士たちこう歩いていってわーって捕らえるとか、なんかそういうのなかったんかな。だって人も少なかったからいけたでしょ。あれ、私今更ですけど、いちごさんにフォローありがとうございますって言いました？改めて、あの、すいません、遅れて申し訳ないですが、フォローありがとうございました。あの FF は本当に久しぶりにやってて、あんまり週1やったらいいなぐらいの頻度なんですが、ちょっと待ってね、字幕が消えてた今出たかな。はい、ねえ、 FF 楽しいですね。いや、改めまして、あの、すいません、フォローありがとうございます。あの FF はね、ちょっと最近本当に久しぶりに再開した感じで、週1回ぐらいするかしないかぐらいの頻度なんですが、あの、好きなのは変わりないので、よかったら楽しんでまた見てくださると嬉しいです。他のゲームもちょこちょこやってるんでね、またよければ見てください。いや、ハランさん、100ビッツありがとうございます。あの、頑張ります FF、 はい、ありがとうございます。いや、あの、ありがとうございます。 100ビッツ分、いや、そういうのはなんか言い方おかしいな。頑張ります、はい、頑張ります。ビッツありがとうございます。もう言葉も出ない。すまない、つい先ほど戻り、あれ方の事情は聞いた。しかしこれはどうするべきか。そうやね、事情は聞いている。キレンラを巻き込んでしまって本当にそうだよ。薬飲まされたんだから。町の様子を見てきたんだが、それを報告する前に正確な被害のほどを知りたい。正直なところはどうなんだね。暴動を起こした反乱者は、救出して潜入した殺傷者の女を含めて数名。一部は捕獲できたが、大半は生死処置した騎兵と剣を交えて死んだか、捕らえる、られる間際に自害した。警備に当たった騎兵側も死傷者が出ている。唯一の救いは市民に大きな被害がなかったことぐらいか。死傷者出てんの？首謀者の女については、かろうじて息がある状態で捕獲したが、命を取り留められるかどうかは非常に危うい状態だ。ああ。私たちに直接工場を持ちかけ、町の外へおびき出したのも暴動に加担する者たちだったらしい。そちらも全員ほ、ああ、なるほど、捕獲は済んでる、よかった。すべては最初から計画されていたというわけだ。イシュガルドが変わることを抵抗を持つ者たちによってな。本当に根深い問題だな。町の方は今のところおとなしいもんだが、お世辞にも雰囲気がいいとは言えない。式典ちょっと厳しくなってきたよね。なんかね、空気的にも。そうか、市民たちがそんなことを見回ってくれたことを恩に着る。いやー、難しいよ。アイメリク様の実力、尽力がと実って、やっとここまで来い。本当にね、アイメリクさんが頑張ったからなのにね、全部それがひっくり返される。アイメリク教の政策は正しいと私は今でも思っている。彼が変革の先陣を切る姿にこの胸は打ち震えたし、心から賛同した市民も多いはずだ。それでも奥に残ってる釘があってね、相手のハンマーが伝える言葉が強ければ強いほど響いちゃうんだよな。式典の続行についてアメリカ様の指示を仰がねばならないだろう。そうだね。一部指示を直に見ていた貴殿からもアイメリック様のへの報告をお願いしたいのだが、頼めるだろうか。ところで、エマネラン、お前もコートへ戻れ。そうだね、いいのかよ。勘違いするな、お前のためを思って言ってるのではない。あ、そうなの？そうなの？お前は振る舞いを間違え、民の信用を大きく損なった。その挽回もせず、ふぬけた面を晒しているだけならば邪魔だと言っているのだ。ああ、そういうことね。まあ、貴族だもんね。わかった。頑張れ、マネラン君。踏ん張りどころだぞ。そういえば、従者の坊主はどうした？帰るなら声をかけてやるべきだと思うが。そうだね。オロノワ君いないね。あれ？オロノワ君は？
どこ行ったの？エマネラン君え、何？オロノア君は一体何かあるの？秘密があるの？オロノア君。上か？ああ、なんかすごい練習してる感じになってる。え、外？こっち？なんか上ってか、ああ、いた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 、オノロワくん。ちょっと、オロノワくんって人になるんだよね。オノロワくん。はい。あれ？どうしたん？オノロワ。オノロワくん？なんか倒れて。え？嘘だろ。なんでこんなに傷ついて。おい、オノロワ。オノロワくん？ボロボロやん。エマネラン様、母、元気になられたんですね。よかったです。はい。エマネラン様じゃ、エマネランのことこんなに考えて。元気だよ。俺はいつだって。それよりお前どうしたんだよ。本当だよ。申し訳ありません。式典のお客様たちが口々に帰ろうとおっしゃったもので、どうにか止めようと思いまして。オノロワ君。はい。だけど僕の頼み方が悪かったのでしょう。皆様とてもお怒りになり。オノロワ君。バカ。それはお前のせいじゃなくて俺の。そうか、エマネランの従者だってみんな分かってるから。大丈夫ですよ、エマネラン様。旦那様や。てか、こんなボロボロに傷つけるって、帰るやつ失礼すぎる。てかひどすぎるやろ。僕は信じています。え、こや、あの女性が言ったように、悲しい記憶は消えませんし、悩みを抱くことは多いでしょう。でも踏み出した先の明日はきっと楽しい。それを教えてくれたのは、僕を散々振り回したエマネラン様じゃないですか。オノロワ君、めっちゃええ子なんやな。そうか、だからずっとエマネランさんのところにいたのか。ずっと思う感じ。オノロワ。嘘やろ。そんなわけないよな。落ち着け。気を失っただけだ。ああ、びっくりした。早く暖かいところで手当てしてやるんだな。死んでしまったかと思ったやん。くそ。なんで、どうして何もかもうまくいかない。まあ、それが人生だ。うまくいかないのが人生。変革を進める兄貴たちも、さっきの反対派の奴らだって、本音は幸せに笑っていたいだけだろ。なのに、漏れなく全員不幸面だ。俺は一体どうすりゃいいって言うんだよ。エマネラン、うんざりだ。誰か代わりに正しい道を選んでくれ。それは自分で選ばなきゃいけないから。怒ってる怒だよ、そらね。なんだそんな他力本願。オルシファンたちはそれを選んで考えたんだぞ。誰かに判断を委ねるのは構わない。だが、その生き方を選んだ結果は必ず自分の周りに返ってくるぞ。サンクレットを言ったって。そうや、それがオノロワ君。なんで殴るねん。お前ふざけるな。はあ。お前に何がわかる。英雄の一味で自分で何でもできるお前に何が。はあ、いや別にそういうわけじゃないや。いけ、やれやれ。ごめん、あ、過激な発言失礼しました。何でもなんてできるものか。俺は自分が一番大事にしていたものすら
手を差し伸べることもできずに失った。だからこそ、そうだよ。死ぬ気で歯を食いしばってここに来たんだ。どれほど痛もうが、終わらせたくないものが今の俺にはあるからな。タクレット。そうだよね。一番辛いのサンクレットだよ。あんなにずっと探してたのに、会えないかもって言われて、それでも必死に頑張ってるのに、本当お前に何が分かるんだ。早くオノロワ君連れてけ。お前はそんなこと言ってる。ああもう早くどこへでも行けよ。行きます。失礼しました。何でもできるわけじゃない。私たちは死にそうな思いしながらこの和平の道まで来たのに、なんだよお前。でも結局さ、でもそういうもんなんだよな。できる他の人からやっぱ隣の芝は青いだからね。他の人から見るとめちゃくちゃ裏で頑張ってる人はなんか楽して簡単に終わらせてんじゃんとか思ったりするもんなんだよな。そんなことはないんだけどな。なぜか簡単にできるとか、自分は悪くないとか、相手ができるから悪いとか、なぜかそういうふうに思っちゃう人がいるのがどうしても悲しいね。いや私も思っちゃうことあるから気をつけてるんだけどね。悲しい。探させて悪いな。だがあいつを殴ったこと後悔をしないぞ。いやハランさんまあそうよね。そう、世の中そんなあのコメントするのにね、ビッツいらないんですよ。あのビッツなしでコメントできますからね。あの無理しないでくださいね。 ありがとうございます。100ビッツありがとうございますびっくりした。そう、でも世の中そんなもんなのよね。できる人はできるために努力を積み重ねてる。いや間違えてる間違えてる。知ってたでしょ。絶対知ってる。ビッツなくてもできるって知ってたでしょ。あの今もう間違えて1ビッツ入れちゃってますからね。あの間違えてますよ。あの気をつけて、ビッツ入れなくていいんですよなんかね、そう、みんな正しくてみんな正しくないみたいな、なんかうまく言えないんだけどさ、自分が思ってる主観が絶対正しいわけじゃないんだよね。自分が思ってる主観とは他の人が見たら違う風に感じるわけだしね。分かってない。ビッツでコメントしとる。分かってない。気をつけて。そう、気をつけて。ちゃんとビッツ入ってないか、ゼロになってるか見てからやってくださいね。違う。アイスボックスさん、誤解です。ビッツはいらない。ビッツはいらないんです。あの、黙らなくていいです。喋ってください。いいです。しょうもないことも喋っていいです。大丈夫です。そんな制度、うちにはありません。いや、チョコボも帰っちゃったわ。チョコボも、そんなところでちょっとコメントできねえわ。俺いられねえわ。って帰ったわ。チョコボ帰ってきて。タイミング良すぎでしょ。あれ、後悔しないな、そらそうよ。何をやってもうまくいかず、周りを思っているのに失敗ばかりで、適当な態度に格好をつけては現実をかわそうとする。そんなあいつの気持ちが分かりすぎるからこそ腹が立つんだ。立ち向かなきゃいけないんだよ。俺もあいつも。あ、そうか。サンクレットもな。そういうふうにいろいろ頑張ってたんだ。何でもできるわけじゃない、本当に。いろいろ考えてんだよ。わかるかい？あー！ちぃ。あの、コメント控えない。いいんですよ。ビッツをね、あのビッツ、そう、大変だと思うので、ビッツゼロでやったらいいんですよ。あの、無理しないで、あの、そうそう、本当にあのコメントしてくれるだけで嬉しいのでね、もう無理しないで。あの、大事だからもう一回言っとくわ。無理しないで大事だから4回言っとくわ。でこれでサンクレット、あの様子ならオノロはエマネランが見るだろう。俺たちはアイメリックに報告するんだったらコートへ行こう。そうだね。もうこればっかりはさ、もうエマネラン君が見つけて答えを出すしかないからね。
だって適当にみんなで考えてくれよって言うけど、それに本当にサンクレットも言ってたけど、それに伴う結果とかね、何してもいいんやったら、じゃあお前犯罪やってこいよって言ったら、お前やるんかって話だよ。やれるんか、やって やったらもうお前それお前じゃないでしょってなるもん。自分の心に嘘をついて行動したって、それはなんかちゃうやんうまいこと言えないけど。はい、移動します。これボイス入るかな。ボイス入るなら飲み物飲みたいけどな、入らなさそうな気がするな。あ、おフォルタン教へ。おお、怪我はしてない。はい、怪我はしてません。薬を盛られました。あ、いや、ムービー入りそう。ちょっと飲み物チャンスありそう。いけるぞ。いや、入ってない。これは飲み物チャンスじゃない。待っていたぞ。ファルコンネクストの暴動について概略は聞いている。巻き込んでしまったこと本当にも大丈夫。大体事件のところにロキありだから。息子がしでかしたこと、従者不詳の知らせを受け、私も詳しい事情を聞きに参じたのだ。どうか貴殿らが見聞きしたことを教えてくれないだろうか。カクカクしま、しか、ピカジカ、カクカクうまうまです。あ、今説明入る？はい。カクカクしかしか、カクカクうまうま。あれ？カクカクしかしか？しかじかか。それが暴動の真相。なんとも胸の痛む話だ。だが共感できてしまうからこそ恐ろしい。反逆者たちの訴えは民の心にくすぶっていた悲しみを煽り、過去へと押し戻しかねないもの。ついなんか四角いムーブしちゃったね。あったよね。カクカクシカジカ四角いムーブってやってたよね。懐かしい。そうはさせない。復讐のみが生きる道だなどと、もう誰にも言わせるものか。アイメリク教、無理しないで。確かに強く変革を求めることは、これまで過去を否定するのと同じこと。傷ついた民ならばやりきれない思いも抱こう。アイメリク教。だがイシュガルドの千年の戦いの歴史や、そこに散った数々の命は決して無意味になりはしない。そうだよ、無意味じゃないんだ。戦いは辛く悲しいものだったが、そこで培った強さがあるからこそ我々は明日を生きられる。過去を背負っているからこそ前に進むのだ。そうね、変革の意思は揺るぎないようですな。確かにその思いが民の心にも刻まれていれば、暴動の件が広まろうとも過去にとらわれはしますまい。そうだね。しかし散々の憂鬱を解いても、今回の暴動が起きたのです。信じるべきものを失い、誇りも奪われて嘆くためには、いかに言葉を尽くせぞ伝わらない思いなのでしょう。そうだね、うん。かように人心が揺れた時、かつての我が国である国であれば、清流の戦をもって民をまとめ上げたものの、言葉の代わりに民を動かす何かが必要なのでは。かといって何か敵を立てるのはちゃうしな。私はそれぞれの民が失ったものの代わりにはなれない。だからこそ神聖イシュガルドらしい方法で継いできた命や強さを誇れるように模索し続けたいのだ。ほう。一つ提案がある。先日我が国のエオルゼア都市軍事同盟復帰を記念して、四国で合同演習模擬戦をしないかと打診があった。ほう。先にビゾブリノの式典をと思い保留にしていたが、式典をしばし延期し、この合同演習を行ってはどうか。ほう。無論ただ騎士の力を見せつけようというわけではない。神殿騎士団のみならず、平民の自警団にも参戦を要請し、新たなイシュガルド軍たる本政軍を結成するのだ。ほう。この本政軍がグランドカンパニーに勝利すれば、建国以来貴族主導で民と竜と戦い続けた我が国にとって全く新しい未来を。ああ、なるほどね。戦い、うん、みんな少なから感じるものがあるでしょうな。このまま暴動に対して沈黙し、式典を強行するよりもよほどいい案かもしれません。そうだね、式典で勝つことで自分たちは強いんだってわかるもんね。この軍の末席に我が息子エマネラも加えてはいただけるでしょうか。エマネラ、こたびの行いにより民の信頼を大いに損なった。名家と呼ばれた貴族でも国のためには等しく権を取るのだと、やつ自身の手で示させてほしいのです。エマネラ君いける？もうなんかボロボロだよ。本人に強い意志があるのならば提案を受け入れよう。本人ね、本人。すまないが、開花のルキアに事情を話し、混成軍の転生を進めるよう伝えてもらえないだろうか。 OK、 もう小扱い何でもござれだよ。結局こうやってね、
なんか暴動に巻き込まれやるんだ。もしエマネラを見かけることがあればヤツに事情を伝えてやってほしい。エマネラはそろそろコートに戻っているヤツのことだ。今は私を避けるだろう。キレイの方が先に。いやー、私たちもちょっと殴っちゃったから殴っちゃったからなどうやろうな。私たちも避けられると思いますが、サングレット君、え、何サングレット君何言ったの？ウィスって言ったんかな、あれ。ウィスサングレット君急にあのポーズするの何？合同演習ね。なるほど。どの道正解がない問題ならば、それもまた道なのかもしれないな。しかしお前はここの連中に随分信頼されているんだな。旗から見ていて正直なところ感心したよ。やっぱりお前はそういう宿命を持っているのか。まあまあね、ちょっとみんなに頼られまくるんだよね。あのどこぞのさ、蝶ネクタイのあのメガネかけたあの少年みたいにさ、どこ行ったら泣き合い事件に巻き込まれるんですけど、でもあの少年と違ってね、別にあの煽ってるとかじゃないや、その違ってあのうちのね主人公はあの事件に巻き込まれてちゃんと解決もするんでね、あのなんだろう、あのいい方向にね、あの解決するんでね。まあまああれも犯人を見つけて解決はしてるか。あのだから、あのいやダメだな、あの ディスってるみたいな、そんなつもりはない、そんなつもりない。あのうちの主人公ちゃん、あの頑張ってるよねって言いたいだけなんですけど、あの誤解はないですからね、あの誤解しないでね。いっけー私マジであのコナン君のあのモンストでいっけーっていうの大好きなんだけどいっけー、ひたすらいっちゃう。ちょ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 、どうした突然の英語どうした、あのビッツいらんよなるほどね、あの私の声で眠くなってきたと。ありがとうございます。あの、ね、寝ていいよおやすみ。あのね、なんかね、FF14 やってると、ほら、今はちょっとこう、ダダダンダンダンみたいな、こう、リズミカルな音なんだけど、基本的にこう、ゆったりとした音楽が続くじゃないですか。に、なんか私の声が混ざると、めちゃくちゃ眠くなるらしいですね。あの、人によってはすごい眠くなっちゃうらしいです。なんか、だからたまに、これ、寝に来ましたってなる。いいけどね、全然。あの、そのまま寝ていただいても。あの、皆さん、枕にちゃんとね、布団かぶって、あったかい部屋にして寝る準備してくださいね、その時は。で、いろいろ頼まれてたがどうする？このままイシュガルドの変革に付き合うつもりか？全くうんざりだの選択がある。もう友に託されたから。いや、まあそうね、オルシュワに託されたからね。でもなんかこの選択ってさ、友に託されたからっていうとなんか渋々感あるよね。もちろん付き合おうなのか。うんざりだ。これさ、どういう選択肢なのか分からない。ああ、まったくうんざりだぜって言いながら付き合う選択肢なのか、あの、うんざりだわ、みたいな。ついこう言ったのが、あの演技のために舌打ちしましたけど。そういうなんかうんざり感なのか、どっちやろうね、これって。それもこの選択肢の後の答えでわかるけどさ、どっちやろう、めっちゃ気になる。でも、やっぱさ、オルシュファンに託されたからっていう思いは強いよね。でも、託されたから選ぶんじゃないと思うんだよね。この主人公は、やっぱりね、もし、オルシュファンが、ないんだけど生きてたとしても絶対付き合うよね。うん、みんなのためにやると思う。だからここはもうもちろん付き合おうですよ。そう来なくっちゃな。お前がそのつもりなら俺もとことん付き合うぜ。アイメリック教は神殿騎士団と自警団で混成軍を編成すると言っていたよな。自警軍を率いて確か以前あったヒルダか。だったら俺はお前がルキアに事情を伝えてる間にヒルダを探して話を伝えていくことに。ああ、サンクレットありがとう。いや、サンクレットも今ね、こう、ミンフィギュアのことをすごい考えてて、混乱してるというかね、あの、大変だと思うわ。だからこそ何かをしてずっと頭を、動かして頭を忘れたいんだろうな。考えないようにしてると思う。報告すんだ。カクカクシカジカ。カクカクウマウマ。です。アイメリキは合同演習を取り行うと、三国から申し入れがあったことを知っているが、まさか民を鼓舞するために利用しようとは。ねえ、さすがアイメリックさん。
あの方らしい思い切った手法だ。結局ドラゴン族との戦いを続け負傷を遂げさせても残るのは防ぎようもない心の傷だけだからな。相手に疎まれようともまっすぐに進み迷いなく手を差し伸べる。私を救った時もあれはそういう方だったよ。アイミル教すごいよね。よし、事情は全て了解した。おお、ジゲダマのヒルダちゃんに話してくれてるらしいから。おお、サンクレットが事情通案。なるほど。書簡にまとめるので、はい、わかりました。お使い行ってきます。はい、っす。というわけで、あれだね、実験要はまた式典が先延ばしになって、あいたダメージ食らうの、なんなんここね。これぐらい耐えてよ、英雄なら。で、この段差は大丈夫なのにさ、なんであそこの段差ダメなん？いつも不思議。これも絶対ダメに食らうでしょ。でも行く！俺は行く！行って！あ、すごい。こんなとこで止まった。俺はやるぞ。たとえ足の骨が折れても、HP が残り1になっても、俺はやるぜ。これもう雪玉投げてこないのね。お、雪玉投げやめてるやん。前はここめっちゃ雪玉投げてきてたんですよね。ここの人たちは相変わらずでござる。チッス。まあ、釣りだ、まあ、釣りだ。ほうほうほう。事情は聞いてるよ。同好会で西ガルドの底力みんなを沸かしてやろうってんだろ。わかりやすくていいじゃないか。自警団からもとびきりの猛者を出すよ。しかし人数やら装備は、ああ、なるほど、はい、これあのもらってきました。こういうのらしいです。何よりあんたが持ってきてくれたってのがいいね。自警団の中であんたは人気者だ。ほんまに？いや、持ってる女はつらいな。はあ、つらいつらい、持ってすぎてつらい。1枚噛んでくれるとなら立候補も多いだろうよ。残る候補者はエマネランか。まともに話を聞いてくれたらいいかな。とりあえずこの周辺は俺が見ておこう。ロケで上層を一回りしてきたらどうだ。はーい。どうせ上層いるんやろ、多分。いや、でも最近さ、エマネランくんなんか上の空だったもんね。あ、ちょっと待って。お、雪玉投げへんの。前はめっちゃ雪玉ぶつけてきてたけど。雪玉遊びはするけど、自分が来たらピタッて雪玉遊び止めるようになっちゃってるやん。やらへんのか。あんなに前殴ってたのに。これは何？は、破片？破片？なんかよくわからない。とりあえず上層部行こう。結構、いや、やっぱ重いな、ストーリーが。深いのよ。深くて重いのよ。多分この辺りにいるんだね、じゃあ。いつものとこね。お気に入りスポットだもんね、あそこ。あー、いたいた。お、見つけたぞ。ボイス入ったら、ちょっとマイクオフにして飲み物をと。あ、ダメだった。お、あ、それはし大丈夫だよ。それは大丈夫だ。そうだね。それなら大丈夫か。オノロワ君無事でよかったわ。カクカクしかじか。うん。参加しなさい。親父のやつまた勝手なこと。でも決めろって言ってたやろ。決めてほしいって言ってたやったらそれでええやん。なあ、相棒。冒険者っていうのは進む道を自分で決めるんだろ。そういう生き方、辛くないのかよ。俺は名家の次男に生まれて、できることもできないことも最初から全部決まってた。イシュガルド人としての進むべき道をずっと示されてきた。うん。そんな世界が急に壊れて、さあどうするってさ、迷ってるうちに周りはどんどん立派に主張しだして、俺、焦ったんだ。ドイツの主張も正しいような気がしてくる。だけど、どこかピンとこなくてさ。考えるほど訳がわからなくなった。だからできるやつが最適な道を選んでくれるまでいつも通りにして待ってるのがいいって思ったんだ。なのに
あいつに殴られた跡がいつまでも痛いんだよ。オノロワをあんな風にさせたことも、俺が全部悪いわけじゃないってことを自分に弁解しても悔しくてムカついて最低に格好悪いんだ。おお、エマネラン君覚醒？だからせめてこの後のことぐらいは自分で決める。合同演習に参加するかどうか、ちゃんと自分で話を聞いて自分で答えを返す。おお。俺をアイメリク教に取り付いてくれないか。神殿騎士団本部で待ってる。エマネラン君、立派にちょっとだけ成長したな。絶対そういうことがなかったら、エマネラン君だったらなんかね、えもう言われたからしゃあねえってなると思ったんだよね。私申し訳ないけど絶対そうなると思ってた。あのみたいな、余計なことしやがってって言って、もうでも言われたからしゃあねえわみたいな、でもう受けると思ってたけど、ちゃんと考えちょっと一歩進んだんだ。エマネラ見つけた。さあどういう選択を取る。用があるから頼むわ。すまん、エマネラン君と一緒に通してくれ。アイメリク教なんて言ってくれるかな。先を歩くエマネラン君。親父連れてきました。本人連れてきました。アイメリク教、お、合同演習について話を伺いました。ちょっと飲み物飲みます。一つ質問をさせてもらいたい。何だろうか。いくら民の気持ちを前向きにできたとしても、変革に心の折り合いがつかない奴は絶対にいるはずだ。そいつらは変革の騎士であるあなたを恨むだろう。それでもあなたは進むっていうのか。何を信じたらそんなに強くいられる。粒子戦争が続く限り、新たな悲しみが生まれ続け、この国はいつまでも悲劇の連鎖に囚われたままだ。うん、そうだね。連鎖を断ち切るため変革の一歩を踏み出さねばならない。その点においては全教皇、私の父に共感している。おおお。だが父は国を愛せど民を信じなかった。故に俺の力のみで変革を行わんとし、なるほどね、道を誤ったのだ。エマネラン教、私はイシュガルドに生きる民を信じている。ああ、なるほどね。変革の嵐、そうか。皆の力で超えていけると信じている。たとえそう残るだからこそものがいるかもしれない。でも、いかなる痛みもいつか変わると信じているんだ。かつて友であった者の屍を踏み越えることになろうとも、決して立ち止まりはしない。そう、オルシュファン教だってそれを望んでるから。けど、あなたの理屈は俺にもわかる。アイメリク教ってめっちゃ言葉うまいよね。みんないいやつらなんだよ。本当はさ、エマネラも本当はいいやつだって思ってるよ。怠けたりするけど。俺が引かせた弓が誰かの心に影を落とした分、今度はみんなを笑顔にさせてやりたいんだ。エマネラン、お前、このエマネランドフォルタン、イシュガルドの明日のために剣を捧げさせてくれ。どうか頼む。エマネラン、お前そんな風に言えるなんて。アサンクルトもちょっと笑った。その心意気、しかと胸に刺させてもらった。はあ、エマネラン、お前、ゴールデンへの参戦、こちらからも。めっちゃちょっと言いたいんやけど、セリフがあるからちょっと言葉少なめにしてます。エマネラ、お前、はあ、イシュガルド勢の指揮はどなたにお任せか。
そうや、誰や。私が直接参戦し、おお、指揮を取ろう。強行代行である以前に、忙しすぎん。神殿騎士団総長だ。あ、休んだ方が。この任務を他の誰かに譲るつもりはない。もう無理、忙しくないマジで。威信をかけるとあらば、いよいよ負けられませんな、うん、総長率いる神殿騎士に自警団、そして名家から我が息子、今のイシュガルドらしい最良の夫人でありましょう。オラワクワクしてきたぞあ、違ういや、あと一人、お、欠かすことのできない盟友がいる。なんか視線を感じる。え、君は自由の翼を持つ冒険者だ。お、そうっす。それでも今日まで我々と共に苦難に立ち向かい、誰よりも痛みを分かち合ってきた。アメリカから告白される。私が君を唯一無二の盟友だと思っている。はぁ、君がちょっと待って、もし我々を友だと思ってくれているのなら、どうか共に戦ってはくれないだろうか。告白されてる、あたい告白されてる。ちょっと、私他国のグランドカンパニーに属しているのは承知の上だ。そうそう、名手殿には私から義理を通す。アイメリックを、はあ、ちょっと待って、私には別の推しがいるのに。 FF14 にはFF14 には別の推しがいるのに、こんなん言ったら私ちょろいから揺らいじゃうはあ、どうする主人公。私が選べるのか。いや、多分選べないよな。ええー、な、これほど頼もしいことはない。めっちゃ、え、こんなん惚れてまうやろ。アイメリキョイケメンすぎんか。マジで誘われると思ってなかった。あのストーリー的に、いや、だって自分が入ったらなんかほらなんかエオルゼアも救ってるからさ、なんかズルやでみたいになるから参加したらあかんのかなと思ってましたわ参加できるんだそうか、イシュガルドの変革に欠かせない存在、嬉しいこと言ってくれますね。私もイシュガルドのグランドカンパニー入るわあるんか知らんけどあんなに熱烈に口説かれたら、もうそれは揺らぐやろ惚れてまうやろーってなっちゃうあかんわ、ツンクしたわ。いやね、 FF14 一応ね、あの、いや、めっちゃ好きってキャラいたんですよ。めっちゃ好きってキャラいて、もう出るたびに好き好きかっきょいとかって言ってたの。もう脳死で言ってたのよ。ちょっと今もう私久しぶりにやるからキャラ名が全部崩壊しちゃってるんですけどね。あの、めっちゃかっこいいよね。いや、もう声も好きで、いや、もう素敵とか言ってたの。そしたらさ、それの人はさ、あの、裏切り者だったんですよね。わかります?この気持ち。この私のこの裏切り者だった推しが裏切り者だったんですけどってなんて私その展開今までなかったから、マジで絶句した。ってなって、全く信じてなかったからね。あの直前本当に出てくるまで全然信じてなかったからびっくりしたわ。あれ、いまだに衝撃でさ、たまに思い出してさ、はって虚無になるあの、マジで推しが裏切り者だったのつらいなってなって、ちょっとなんか FF14 での私が、あの、思ってた推しが推しに裏切られた今あたい FF14 でどうやって生きていけばいいのってちょっとなりかけてた中、アイメリ教にあんなに熱烈な告白をされたら、ちょっとキュンってきちゃうよね吊り橋効果じゃないけど惚れ込まれたもんだ、本当にね。いや、ちょっとすごい熱烈な告白されちゃって、照れちゃったわ。ちょっとほっぺたが熱いですわ。おほほ、最強の冒険者たるお前がどこにつくかは合同演習の結果を決める大きな要素になる。だからこそ自分に誘ったと考えるのが妥当なんだろうが。
あの総長殿と来たらお前がうなずいた時心底嬉しいって顔をしたもんだ。あれは意外と嘘をつけないやつなんじゃないか。いやもうはぁ一ビッツで提案されてる。いやもうねえ、いやあんな告白、あアイミルキあんな告白されたらねえ、それいや絶対さ強いから入ってくれじゃないのよ。たとえさ自分があのもしもよ腕に怪我を負ってレベルがもう半減したとしてもよ、でも来てくれって言ったと思うよね、アイミルキを。そう、盟友だから来てほしいんだよ。強いから来てほしいんじゃなくて、ロキだから来てほしいってことでしょ。もう、あの告白のセリフ、やばない？やばない？あかんわ。まだ押し返しちゃうよ、こんなの。だってあんなに好きだぜ、あのキャラええわ、かっこいい渋いって言ってたキャラが、あの、急転直下、思ってたキャラと全然違ったっていう状態だったから、そこからのこれでしょ？いやもう昇進の心に突然入ってくる新たな推しだよね前ははいはいなんかちょっとうさんくさそうだなとか思ってたけど全然そんなことないっていうねいやいいよね、アイメルキョのキャラ最高だわ。いい指し方してくる。でもね、オルシュファン教もねもう本当にいいやつだったしね。いやでもね、そう私は分かってる。ちょっともう2章まで来たんだよ、さすがに覚えてるよ。あのはあ、モタさんどうした、モタさんどうした、どうした急にギフトがままか間違えてない、大丈夫かコメントギフト、ありがとう送ってくれてありがとう、大丈夫、どうした、間違ってないで、ハセクライオさんフォローありがとうございます。はじめまして。 FF はちょっと久しぶりにねやっているんですけども、まあ普段いろんな他のゲームねやったりしつつ、 FF はたまにねのんびりまったりやっております。あのまたねよければ FF 以外でも見て楽しんでいただけると嬉しいです。今はね、あのひたすらあ、なるほどね。いや、いいのよ、別に気にしなくて。いや、私が言うのはおかしいか。ギフトを、あげた人が言うべきか。ありがとうね。ビンテンさんもきっと喜んでくれてるでしょう。また、なんかビンテンさんもいつ見てるかわからんけど、またよかったらスタンプ使ってねって、こう、念を送っとくわ。ありがとう。いや、なかなかね、DVD してないからね、そうそう。あの、モタさんからすると、ほら、DVD やっぱね、見たいでしょ。そう、ハーランさん、何を魚を飛ばしてるんですか？間違えてる。スタンプ、使うスタンプを間違えている。魚はね、乗せなくていいんですよ。いや、今はね、FF の話を見て、あの、新しい推しができそうだなって予感を感じてた。恋ってすぐ落ちるよね。いやもうみんなの顔違う違う。それいらないよ。別に魚求めてないからね。俺もここまで来たには参加したいが、さすがにそれは野暮ってものだな。お前が信じた仲間たちを全力で導いてやれよ。いやもうサンクルっても参加して。そこは参加してほしかったけどな。これ弓ある？ないわ。じゃあもう金貨でいっか。アイスボックスさん、何に参加するって言うんですか？何に、今参加型じゃないんですよ。何に参加するというのです？ルキアッチ。はい。アイメリックからの伝言。おお、正式に決定したと。クルザス中央コーチの大審問の前。ほう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 。ああ、突然のウィンクして、ちょっと待って、できるよ、できるよ、任せて。ちょっと待ってね。ちょっとマイクを遠ざけまして。あれ、おかしい。ちょっと待ってよ。こっちの方がうまくいくわ。パッチ。どうぞ。ウィンクできてるでしょ。はい、完璧。ナイスウィンク。できてたわ。なぜかね、
ちょっと右ウインクね、なんかね、右ウインクね、うまくいかんのよね。だから左ならできる、左ならできる。ね。完璧だわ。右は 何してもできない。なぜか右はめちゃくちゃ細い。あ、私これでもすごい目か開いてんだけどな。ウインクって難しいんだね。迅速に思うな。コートの前と俺は民の監視を嫌おうなしだかも。負けられない戦いだね。せっかくだ、俺も完成させてもらおう。いつもの順序させて思う存分明治様の鼻を明かしてやるよ。ちょっといや100点、ほら100点だって言われたでしょ。ほらこれが完璧なウインクよ。ほらこっちだ。どやどやね、できてるってさ。え、違う。あれ思ってた回答と違うな。待ってよ、そんな見開いてた。頑張ってこう目開けてるから。くわ、ウインクって難しいね。ウインクってなんだっけ。ほらウインクが分かんないよ。どこに行くの。大志門に行くのか。ないね。これで開始すんの、みんな望んでないでしょ。どこに需要あんの。これなかなか、私もマジでガン決まってるからね。私もガン決まらないといけないからなかなか大変よこれ。常時これはなかなかきついよ。私多分目がドライアイになっちゃうよ。ただでさ今もドライアイだと思うけど、ウルトラドライハイドライアイになっちゃうよ。あ、大島やからすぐそこ。あ、でも待って、これって歩かなあかんけ、ここ。え、どっちやっけ。とりあえず歩くか。なんだかんだ省略してくれる気がしてきた。大神門どうやって行ってくれる。あ、これで行ける、行けそう。お、いろんな隊が来てる。君もイシュガルド軍の。はい、イシュガルド軍です。ヒルダちゃんもどうですか。ドラゴン狩りでもないのに。おお、ふふふ、がぜんワクワクし、ヒルダ姉さんとも一緒に戦えるのか。警備はアンドル教ら居残り組でなく、おお、伝令に続き名手、各国の名手が精鋭を率いてくるはずだ。そうやな、必ずや勝とう。誰が参加するやろうね、本当に各国から。マネラン準備できてるか。 お前も来たか。他の連中はみんな準備万端らしいで、俺様もだ大丈夫だ。こいつ大丈夫じゃない言い方や。今回の合同演習はイシュガルドの合同復帰記念でもあるから、ウルダハ、グリタニア、リムサロミンサの合同軍が俺たちイシュガルド軍を手合わせするって形式らしい。ふん、何でも来やがるってんだ。おのろが目覚めたらたっぷり武勇伝を聞かせてやる。自信満々やん。じゃあ行こう、行こうぜ。あ、いた。親父からお前に装備の差し入れがあるんだよ。キレンはイシュガルドの盟友ではあるが、何よりホルタン家のいい友であると思っている。オルシュワンがいつもいいって言ってたもんね。クエストバトルでは一部の装備に特別な外見が反映されます。性能は現在の装備のまま変更されます。え、これさ、普通にこれその後もこの衣装のままなんかな。おお、こうも、あ、ああ、あ、名前が今出てこなくなった。あなたもですか、イシュガルド合同軍。こんにちは。
お友達、お知り合いがいっぱい。やった、フォルタン家の装備だ。へえ、めっちゃ嬉しい。エモフォルタン家の装備もらえた。お揃いじゃん、お揃っちじゃん。今からね、ここからね、合同演習でみんなをボコスか殴るっていう戦いが始まる。熱烈にアピールされたから。今回の模擬戦についてルールを確認してる。ヒャホー、やりゃいいんだろ、やりゃ。これよりあなたが協力するイシュガルド軍とウルダハ・グリタニア・リムサ・ロミンサの三国語、ね、こっち一国やのにさ、向こう三国なのずるない？あ、なんか、あ、チュートリアルかこれ。模擬戦では敵を倒すごとに自分に対して戦術点が加算されます。はい、まあ向こうの数も一緒だから、まあええっちゃええけど、この場合イシュガルド軍に戦術点が加算されます。多くの敵を倒し先に100点稼いだ方、いけるかな。 私そんなアタッカーじゃないんだけど、遠くで弓打ってるキャラなんですけど、なんやこの線は。審判者によってそれぞれの軍から戦術目標となる人物が選出されます。自軍の旗と線で結ばれているのは戦術目標です。ほう、これ倒すと1万ポイント、敵を1回倒すごとに10点加算、1点加算されますが、戦術目標はあ。言い方がちょっとなんかせこく見えるからやめてくれる？弓でよ、ただの弓。守りつつ相手の戦術目標を優先的に狙っていきましょう。なるほどね、はいはい。私そんな盾できないよ、難しいんだが。いけるか。喋らない。ということらしいですわ。ははい、ははい。いいなこの衣装。いや、まさかあなたが、あなた絶対戦術目標ですよね。お見守り遊ばせ。あら、お元気になったの？ずっと寝てたのに。ねえ、急に起き上がったら大変じゃろ。準備は整ったのじゃ。七も様、そう、七も様だ。では至急全軍に通達せよ。七もちゃん、大丈夫な？体。エオルゼア都市軍事同盟合同演習を開始する。かわいい。合同演習だ。デュエル開始突然の。ちょっと違う作品が入ったんだけど。まあまあいけるやろ。なんか私どうせ戦術目標ならんし。なんかすごい、どうしたらいいの？回線だ、行くぞ、行くぞ。エンカウンター、それもさ、発作品が違う。ダメー、ほら、あ、間違えた。勝てー、勝てー。なんか分からんけど、なんか変なとこ私立ってるけど、うちの戦術目標死にそう。おーおー、戦術目標やめろ。うちの戦術目標おとなしくしとけ。戦術、うちの戦術目標おとなしくしといてくれへんねんけど。ねえ、死ぬ死ぬ、このままじゃどうやったって死ぬ、俺死ぬって。もう何してんの、戦術目標、ほんとちゃんとして。ちょっと私が盾にひたすらなって、うちの戦術目標死ぬんだけど、すぐね、おかしいやろ。てかこっちの戦術目標私がやりゃいいんか。てかどこ行ったん、エマネラン。こうしたらいい、私が戦術目標そのまま倒しちゃいけん、多分負けそうな気がする、こっち。もう私が戦術目標だったら死ぬことないのに、許せねえ。おらー、なんてんだ、今何も点数見てないで、こっち勝ってるね、勝ってる。おらおらおら、お前か、いや、お前か、お前か、お前なのか、やるか、おら、やるのか。次誰？あ、そっちか、ラウバン君。
全体攻撃、うち負けへん大丈夫ねえ。なんか負けそうなんだけど、助けてみんな。なんか負けそうなんだけど大丈夫か、うちねえ。うちの戦術目標ちょっと待って、私がちゃんと目標狙えてない。ちょっと待って、ちゃんと戦術目標狙わせてねえ。頑張れ、軽っ。もっと心の底から応援しろよ。私を戦術目標にしてほしい、マジで。なんどうなってる、なんか選ばれてないの。よしよしよし、来た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 。ルキアを守りたい、ルキアを守りたい。じゃピピンやめろ、お前には恩があるが許さん、許さん。ルキアちゃん、ルキアちゃんを守れ。クソ、私がヒーラーだったらずっと回復続けるのに。ピーアン出せ、何も出してくれない、技が出ない。なんでや、なんで私なんか技出してない。おかしいおかしい、ね、おかしいおかしいおかしい、なんかうまく出してない。戦闘敵がちゃんと選ばれてない、そら私負けるよ、こんなん負けにしまってるやん。ルキアちゃん死ぬ、ルキアちゃん死ぬ、助けて、エマデラン助けて。やばいって、やばいってね、これ負けるんじゃんね。あんた私負ける気しかせんくなってきたね。どうやったら勝てるこれね、勝てへんってこれ、多分無理ね、勝って力を、みんなの力を示さなあかんねやろね。負けるよこんなん。ピピンなんでこんなんいつの間にか耐えるかしてんの。お前さっきまで死にかけてなかったか、どうしたらいい。あ、てか戦力目標狙わなあかん、私が。いや、ピピンが強えよ。だから私は全体攻撃ひたすらしていった方がいいと思うんだよな。で、すぐ終わった。朝ごはんの準備しなきゃ。え、もう朝ごはんの時間、そんな時間。いや、まだ待って、今1時だよ、まだいける。こうだ。で、こうして、で、バラード弾いて、なんかすごい騒がしいねここで。全体攻撃して、全体攻撃して、ひたすら弓で全体攻撃めっちゃやるけど、これちょっと大変じゃないね。うち負けへんね、うち負けそう。なるやったぜ、わしやったらもう絶対生きられるって。やったぜ、勝ったぜ。戦術目標が私になったらもう勝ちだろ。え、なになになに、え、緊急事態発生、近隣に大型の単眼族が出現、止められません。なんじゃそりゃ、謎のよりにもやって、こんな時にゴリ押しできると思ったわ。私 HP マックスやし。お、サンクレット、サンクレット、かっこよすぎん、かっこよすぎん。何そのスーパーマンパンチ、かっけー。悪いがあいつらの邪魔させないで、お前の相手はこれ。かっこいい、サンクレットやる。え、ちょ、無理しないでサンクレットね。スーパーアッパーだとね、かっこいい。どうやら模擬戦は続行みたいだね。ちょ、何この木の杖。やったぜ、ロキモが守り、みんな私を守ってくれ、私はプリンセスだ。ラウバーン、ラウバン強えからな。ゾゾ姫プ、あ、強え、片手であんなに敵投げ倒すのずるい。姫プ姫プ、いや、これあれ待って、直前のがああなってもなんとかなる。アイメリク強やばい、強、ラウバン強すぎ。
片手でなんでそんな力出せるの、頭おかしいって。あーで1対1になるね、もうずるいって。なんなんその意味わからん位置、無粋な手出しは不要、貴様とは存分に似合い。あのさ、あの子、あなたはアタッカータイプですよね、私は中距離の弓タイプですよ。ねえ、姫なのに守ってもらえないんだけど。ねえ、おかしいって。おかしいって。なんと今ならラウバンを倒したら得点1億万点みたいな状態じゃん。おかしいやろ。ねえ、私を守る姫っぷどこ行ったのね。私今楽できると思ってちょっとほくそ笑んでたんやけど。嘘やろ。おかしいなぁ。凄まじいね、記録力。来ないで、来ないで。結局こうなるねん。ずるい、来ないで、こっち来ないで。危なーい。いや、痛い。なんなんその攻撃。やめて。ひー。いや、やばいやばい。いや、もう見えへんからやめて。あ、また攻撃対象消えたわ。すぐ消えんねん、うちのとこ攻撃対象。怖い怖い、こいつまっすぐやとタックルしてくるから気をつけないと。あ、じゃあ全体攻撃しちゃった。で、この穴絶対行ったらあかんよ。あー、いたー。くわ、勝ちが決まらねえ。だけど、ま、お前、いや、なんかみんなに応援されてるけど、私ちょっと苦しいよね。苦しい。助けてみんな。ね、みんな助けてね。弓の人とかさ、せめて撃てるやろ、遠くからね。ちょっと。えんに、違う、押されるんやもん、あいつらに。ラウバンが押してくるんです。いや、何この赤丸。怖い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 。何これ。怖っ。怖っ。やめて。ねえ、君助けてあげたよね、捕まってるとこ助けてあげたよね、私ねえ、お姫様も助けてあげたよね。ねえねえ、痛いって、猛獣の角折れて、そろそろねえ、こんだけふざけるな、何意味わからん邪険出してくんな、こっちはただの弓ぞ、おい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 。いやいや、もうちょっとエコひいきしてんや、戦いね。どうなるんこれ。ねえ。なんかみんななんか引いてくれ。どうしたらいいの私。いった。あ、死んだ。あの、自分でエリア外に出てしまいました。こんなはずでは。あれ?という夢を見たのさ。さあ、次行こう。今から戦いが始まるんだったな。ふぅ。ねえ、圧倒的な、ちょっと待って、くそ。さっき負けたから。ねえ、君大丈夫な?本当はノーマル難しいんやない?イージーしとく?ってめっちゃ言われてるやん。くっ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 く。いけるもんね。ピピンちょっと、いやでも結局これあれでしょ、最後ラウバンド一騎戦になるから別に特に関係ないのではって思ったわ。まあでもあれだな、私戦術代表さ、結局なんかホイホイ、あのスキップします、ホイホイやられるからさ、あのあんまり気にせずにさ、私は強そうなやつ倒した方がいい気がした、こういうのとか。どうせ私じゃないでしょ。とりあえずピピン、ピピン、君だ。とりあえずピピン、君をまずやる。ピピンちょっと厄介やから。ピピンは先にやる。かっこええ。よっしゃ、やったやったやった。あとは名前のネームドのあの、このポルセルもね、ちょっと厄介。とりあえず
この名前のネームの持ちだけやっときゃいいやろ。みんなもうごめん、みんな私がこの強いやつはやっとくから他のやつは諦めてくれ。戦術目標はもうどうもならん。だったら少なくとも私が他のやつがこうならんように少しでもみんなが大丈夫なようにするしかないんだ。おピピン、またお前よみがえっとるやんけ。おかしいやろお前何のためにピピン倒したと思ってるねん。ちょっと待って待って待って、生き返るやんあいつら。話が違うぞ。でもここで全体攻撃をして他のやつらもガンガン撃ってく、ここのやつらもガンガン撃ってく、ホルセル君また狙って、え、ちょっと待って、みんなそうやって生き返ってくんのかい。てっきり一回死んだらローリーなんか全然人が減らんなと思ったわ。おお納得だわ。またピピン出てきたわ。どうりで、いやちょっと奥で、もう戦術目標とか知らねえ。どうせなんかもう勝手にみんななんかやるからいいわ。だったら俺はこのめんどくさいやつらのピピンをやるね。点数なんか知るかどうせ最後ラウバンと戦うんだろう。だったら俺は好きにやらせてもらうね。とりあえずこのピピンをひたすら殴るよ。ピピンとネームとひたすら殴る。ここになんかルアー社っていうのもいるな。こいつもちょっと強そうだな。で全体攻撃して、おらおらおら、もうネームの持ちだけひたすら集中して狙ってやる。ポルトレどこや。ちょっと待って、こらー、今はもうさっき反省したから大丈夫、次はいける、任せてください。全体攻撃してで、全体攻撃で、ここも全体攻撃、とりあえず全体攻撃しか言ってなくて今難しくない？ルキアちゃん絶対やられるやんねえ、どうやってもルキアちゃんやられるんですかねえ、絶対ルキアちゃんなやられるようになってる、デキレスですよねこれ。またピピンも生き返ってる。こちら生き返るの早すぎやろ。あ、うちのルキアちゃん戻ってきてるわ。じゃあいいわ、ごめん対等やったわでひたすら攻撃、ここのもうコルセルと2人いるから、オラオラオラってやって、またコルセル君に毒とこう毒どこどこやって、でもひたすらもう私はバカみたいに全体攻撃放っとけば数打ち当たるやろ。でまたなんかネームド持ちのやつをやって、いや結構こっち有利じゃない？知らんけどね。えほら数的にはうちが多いんじゃないですか。あーちょっと待って、またコードが相手が外れてる。でなんかとりあえずで全体攻撃して、みんな集まってるから全体攻撃超しやすいわ。向こうも同じかこ感じだろうけどさ、まあ C っていうなら敵がすぐ死んでくからちょっと狙いにくくて困るけどね。あ、これまたネームドコルセルだから、ネームドコルセルはすまんが毎回毒になってもらうぜ。これは待って、割と勝ってると思ったけど、なんか左のやつ見たらそうでもない。あ、いけるわ、いけるわ。なんか、勝ってる、普通に勝ってるわ。点数見たら。なんかみんなごめん、ここにあるんだけど、見えないよね。よーし、来たぞ。まあ、みんな見といてよ。次、ちゃちゃっとやってよからさ。さっきはちょっと油断しただけ。次は本気出す。
今から本気出す。とりあえずお前には毒を食らわす。ちょっと待って、それなんか勝ってない時に言うやつやん。そう、それおかしくない？まずこのブラッディシューターしまくって、やめてください、危ないでしょ。ダメに食らってるわ。いや食らってないわ。で、攻撃、とりあえずあの猛牛タックル来た時がやばい。危ねえ、あー痛い。ふざける。あ、でもアタッカーから外れさせるの、強制的に外れさせるの、ほんまに困る。とりあえず内胆してちょっと回復して、回復はまだ持ってるな。あー間違えた、またあー怖い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 、助けて助けて。遠くからちまちま撃ってやるから。とりあえずそろそろ猛牛タックル来んか、猛牛タックル来るんちゃうか。痛いってば、もう危ないでしょうが。もうこの世界そういう世界だから、何言ってるかちょっとわからんけど。あ、もうやめて、やめて、やめて、意味わからんことすんのやめて、やめてください、やめてください。危ない真似はやめてください。危ないです、危ないです、やめましょう。はい、あー、そういうこと、これ今わかったわ。あの受験地そうなの剣を破らなあかんねや。なんかタコ殴りにしてたらいつかやれるんだと思ってたけど違うな、これミスったな。え、これまたやり直し。いや、いける、ノーマルでいけるんだ。あー、でもぐだっちゃってんのよな。あの、3度目の正直ですから、あの、3度目の正直です。次こそやってみせます。絶対次こそいけます、信じてください、俺やれます。いや、やっぱりさっきの戦時のピピンくんとか。もう一回やらせてください。もうとりあえずみんなが動く前から私はピピンを狙うよ。でピピン君を狙い続ける。やらせてください。アイメリックかっけで、とりあえずもうね、もうこういうねネームドをやった方が早い。なんか狙ったとこにエマネラン来てくれるって胸あったな。いいよいいよ、ピピン君も一緒に来て、もうついでに殴った方が早いからね。いいぞいいぞ、ピピン君もついでに毒やっとこ。エマネラン君ちゃんと私がターゲット変えたら変わってくれてる、すごい、ちゃんと凝ってる。道理でなんか早くやってくれると、死ぬと思ったらエマネラン君も頑張ってくれ。戦術目標だと全く手出しないけどね。で、ここら辺に、まあ毒もバラバラでいいでしょ、ここの名前なしやったら。もう名前なしはもうこれで十分や。で、あ、ルアシやったらいいですね。で、この攻撃与えまして、もうここみんな集まってるから超いい。あ、いないわ、集まってないとこの方だったわ。じゃあもうここに攻撃ひたすらやって、どうや戦術的にネームの持ちはプラス1万点とかしてほしいな。ここだな、違う、
武器屋じゃ手を出すな。えい、今日でもみんななくなっても倒れてもまた起き上がってくるんだもんな。まあ当たり前から陰急だもん。で攻撃、ひたすら全体攻撃して、頑張れエマネラン、負けるなエマネラン、私も応援してるぞ。ファイトだエマネラン。次は次のネームズ、あれここになんかいいところに、いいところにお前おるよ。危ない危ない。ピピン君がいて、でここに、ちょうどねいろんな敵がここに集まってるからちょうどいい、やりやすい。で、こうしてこっちからこう燃やして寝て、こうだな。で、違う、結局ルキアちゃん倒れる運命なんよなこれ絶対。いかにそれを耐えられるかって話だよ多分。回復役がさ、もうちょっと頑張ってほしいけどね。で、ポルセルがちょっと強いから、ポルセルに毒を当てて、で、こうやった方がいいな。で、攻撃して、いいぞ、いいぞ、いいぞ。今回なかなかいい流れ。で、なんか守りきれた、初めて守りきれたぞ。未来が変わった今までと知ってる未来が変わった。うちの戦術目標なんか守りきった、すげえ。なんかすげえ守りきった、こんな未来あるんだ知らんかった、やったぜなんかルキアちゃん守りきれるんだ。ルキアちゃんもごめんと思いながらやってたのよさっき。ルキアちゃんもう死ぬものって言っちゃったわさっき。ルキアちゃん倒れる運命にちょっと言っちゃってごめん、守れたんだね。待って、このルアちゃん狙いたいんだけど、しゃあないわ。なんかいい感じにターゲットしたんかな。もう味方も敵も混合しすぎてて味方をターゲットしちゃうんだよ。こうしたらいいのか。はい、で私とこれになってイベント始まるからもう終わりだな。はい、よしよし来たぞ。はあ、3回目。はあ、ずるいよこのなんか謎のエンジン炎のやつ出すのやめてくれ勝たへんやつやんそれ。勝つ勝つ、多分もうこの後勝つから待っといて。多分もう待っといた方がええで。ラウバーンタックルどうにかならん？結構きついんだけどラウバーンタックル、きついきついって。どうやったらラウバーンタックル防げるの。ラウバーンタックルOK、Google、ラウバーンタックル防ぐ方法。出されても困るけど。もう実行のアタック停止する人も止まらんのよな、こいつ。で、次、いやー、痛いってもう、アラミゴの闘技やめて。痛いって。失礼。ひたすら逃げて。このあ危ない危ない危ない、あここ行けるわ、謎の隙間。アラミゴタックル頑張ったら避けれる可能性がある、もしかして。いや防げないです。いやもう角強すぎるって。来た、これもこうだ。で、
で、これで次、違う違う、間に合う？無理？よし、あー危な、全軍徹底抗戦せよ。いや本当にあの結構きついです、あのなんなら2回死んでます。あの助けて、アイミル教友なら助けて。あれ、レオンさん、レオンさん、レイドありがとうございます。ダギャー、 こんばんは、ありがとうございます。ちょやめろってこのタックル。今ちょっとあのなんかボス戦みたいな模擬戦でなんかお友達となぜか謎の変な電池組まれて戦ってるとこです。ボス戦みたいな、許せないこいつ、なんでこんな炎の技出してくるの。ちなみにこれは3回目です。3度目の正直やってます。この野郎、何、やめろやめろ、なんでお前だけそんな全体技持ってるんだ。ずるずる、よしよしよし、はあ勝った勝った勝った、よしよし、レード来た時にいい感じに、はあ、むしろこちらがいじめられてます。私弓で向こう斧ですよ。はあ勝った、改めてテイト君さん、愛の主役さん、こんばんは。レオンさんもこんばんは、レードありがとうございます。サブゲーなんかパルクールでしたっけ、なんやっけあれ、なんかしてましたよね、チラ見してました、あのキャラクリしてるところ。勝ったぜ、こんばんは、勝ったぜ。まさか勝ったのか、じゃあ、あ、そう、それそれそれ、俺たちの勝ったぜ、やったぜ。もう熱烈に告白されたアイメルキョンに勝利を届けた。違う違う、全然違う、リッシュガルドの勝利だ、勝利だ。今模擬戦で勝ったとこです。あ、かっけー、第二の推しアイメルキョンです。いや捕まえたら本当によくやってくれた、はあ、君は最高で最強の名優だ。はあ、推しに告白されてる、これは。はあ、ダメですダメです、はあ、キュンときた、アイメル教に褒められた。エマネラン頑張ったな、お前今までほんと放浪息子で俺めんどくさいの嫌だよとか言ってたのに。すげえ、なんだよこれ、胸の奥が熱い、あー、こんなの初めてだ。エマネラン君、そうやで、それやで、頑張ってようやく盟友になったな、お前って思ってた。なのにこいつらと剣を振るったら同じものを目指した。ええ子や、エマネラン。はあ、エマネラン君。そうさ、成長したな。俺たちは千年の間こうやって生きてきた。戦いの伝統も、立ち上がる強さも、竜と戦うためだけのものじゃない。かっけえやん、エマネラン君。今までダリーめんどくせえって私にいろんな仕事を押し付けてたやつが。先の明日、きっと楽しい。伝わるかな。まだ泣いてる奴らにも。きっと伝わるよ、エマネラン君。かっこいいね。やっと覚醒したわ、エマネラン君。ああ、頑張った、テイク3までして、何回もあの炎に押し出されて死んだ甲斐があったわ。ふぅ。アイメル教。ああ、かわいい、ナナモちゃん。実に良い模擬戦であった。負けたのは悔しいが、今はそなたらの健闘を大いに。いやー照れますわー、ははー、ザッス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 、お褒めの言葉ありがたく頂戴いたします。かっけー、あ、あゆの塩焼きさん、めっちゃお前なんか頑張ったなって、なんかすごいあの指標ポジみたいになってる。忘れないでほしい。今や我らとてエオルゼアに生きるそなたらの同胞なのじゃ。あー、いいですね。同盟への復帰改めて歓迎するぞ。歓迎するぞ、ありがとうございます。チス
え、めっちゃ偉い王女様ですよ、国の。それにしてもあの冒険者がイシュガルドの盟友として参戦するとはな。いやー、やっぱね、そう、あの滅裂にね、口説かれましたから。あの友として我々の願いに沿うでくれただけのことは、お咎めになるのならどうか私を。はあ、メリックちゃんちゃんとかつけちゃった。はあ、惚れちゃう。とがめたりはせぬ。こちらもそれゆえにラウバーンを出した。怒られますね、ラウバーン君に。後ろの後ろのいかついラウバーンさんに怒られますよ。わらわはただイシュガルドはこうして変わっていくのかと、うん、目を見張る思いだったのじゃ。いやー、照れますね。めちゃくちゃ熱烈アプローチされたから、アイメリック教にちょっとキュンキュン気にするとこだったわ。粒子戦争が終焉を迎えれば、イシュガルドはさらなる争点へと羽ばたく。いいですね。今度こそ民自身の力で。いろいろね、民のクーデターが2回ぐらい発生してましてね、あのそれをこの戦いで頑張ろうと。え？いや。え？やめて、なんかなんか変革の道は険しい。お、なんか怪しいこと言うのやめて。それを学んだ。それでも帰国の行く先に。え、ちょっと待って、アイメリック教がなんか違うこと考えてる？なんかアイメリック教いなくなるエンドとかないよね。やめてくれよ、かわいい。素敵。え、ちょっと待って、私がさ、なんかだんだんええやんってなったキャラ大体死んでくからさ、あの、やめてほしいんですけど。予想にたがわぬ活躍ぶりだったらしいな。お疲れ。サングレット君もありがとう、かっこよかったよ。いや、私もなんか嫌なフラグが立ってきた気がしてきた。無事に勝ったようで何よりだ。これでイシガルダに吉報が。いやいや、そんなの。え、シャンクレット。そんなことない、逃げても主人公以外も生きてるでしょうが。サンクレット無茶しすぎよ、あんた。別に大したことはなかったさ。いや、もうなんかこれもフラグ。お前が選んだことをとことんやり抜けたならそれで十分だ。フラグ感しかない。無理しないで、みんなまっすぐ進めよ。愛の塩焼きさん、何ポジション。めっちゃ彼女はお前に真実を後方腕組み勢になってない。師匠。サボンサンクレット様、ありがとうございます。愛の塩焼きさんって言ってますわ。アザスって言ってますわ。ねえ、大体そうなのよ。大したことない、大体大したことあるから。いいから言え、お前何やったんや、言えってなる。いや、お前エマネラ、お前頑張ったな。あ、ピピン君、モーガンドロとギフの熱戦は生涯忘れることがないだろ。いや、そんな熱戦やったか。私ひたすらヒーって逃げながらひたすら弓撃ってただけなんやけどな。めっちゃダサかったけどね、あの戦法。ひたすらサウバーンっていう、あのライバルに背を向け弓を撃つっていう、なかなかでしたけどね。っていうか考えてほしいよね、あのアタッカーにさ、こっちのさ、中距離の弓と戦わせるって頭おかしいよね。アタッカーはアタッカーでいけよ。これさ、もしさ、私の職業がさ、ヒーラーだったらさ、ヒーラーでめっちゃ回復自分もしながら叩きながらって頑張らなきゃいけなかったわけでしょ。えぐない。あの、そういうところちょっと FF さん、そういうとこやぞって思ってますが。あの、攻撃手段少ないからやめてやってなりますよ。致命傷を受けただけで大したことない。あるある、致命傷って大したことなのよ。お帰りなさい。あ、朝ごはん何したんですか？定番のご飯、味噌汁、目玉焼きとかですか？実に気持ちの良い戦いだ。ほんま？ひたすら逃げまくってたけど、コロセウムでアラミゴの猛牛と名を馳せていた時もこれほどたぎる熱戦を。あ、照れますね。あの祝賀会から逃された貴様が。いいですね、美味しそう。ザ和食の朝ごはんで美味しそう。この地でどれほど苦難を
超えてきたかは垣間見るようだ。強くなったなろき。いやー照れます。また檻を見て貴様と剣を合わせたいものだ。だが今は共に戦った仲間たちの元に戻るがいい。あ、はい、では行くぞ。七尾様を無事に王宮にお連れするまで断じて気を抜くなよ。ピピウィス。はい父上。かわいいねこの親子。すごくない？なんか私の思ってたレベルと違う。なんか普通に、私はもう自分が作るならインスタントの味噌汁なんで、次元が違う。だしよ。すごいな。でマネラお前頑張ったな。なんだかたまらなくそわそわしてさ。ええ子や。君の背中をただ信じていた。はあ。指摘。一緒にいい知らせをもたらせる。そうだね。前向きな気持ちになってほしいよね。うん。はい。ラオバーンさんと話せました。俺も局長とはそこそこ長い月、あんなに楽しそうなの人は初めて見たよ。今回の合同演習はグランドカンパニーにとってもいい刺激になるだろう。おお、よかったね。で、ここで、なんか弓もらっといた方がいいの。でも、多分、使わんけどな。だってもらった、私はフィロさんにもらったのずっと使い続けると決めてるから。アイテムレベルっていうのがあるのが悪いんだよ。なければよかったのに。勝利に高揚している。改めて君に感謝をしたい。おかげで合同演習最良の結果で終えることができた。おー、よかったですよね、ほんと。はい、帰りましょう。コートに帰って勝ったぞーってせないとね。なんかでもこういう時もなんか騒動起きるんだよね、いつも。俺は騙されねえぜ。いや私もよくそれします。だしの素も使う。卑怯とかじゃないよね、それも一つの手だから。エマネラしんどそう。ヒルダちゃんかわいい。これからも頑張ります。ありがとうございます。愛の主役先輩チッス、これからも頑張ります。おのろは、お前最強ね。このおのろはなんかすごいボコボコに傷つかれて、はい、傷はいくつか残ってしまうと言われましたが、男子として箔がつくというものです。そう、すごい。この放浪息子の従者としてずっとついてきてあげてた。この野郎、従者のくせに俺様を心配させやがって。もうボコボコにされてめっちゃ傷ついてたんですよ、このエマネランくん。すごい、なんかひょぼん。褒めやがれ。褒めやがれ。すまない。私が出遅れている間に、随分な事件が起きていたのだ。そうですよ、アルミノくん、ここに来いと言ったばかり。話を伺って。だいたい自分が行くとこは事件巻き込まれるんで、もう引きこもってた方がいいんすよ。こたびはよくぞ勝利を収めてくださった。いえ、それほどでも。我がイシュガルドが勝利したと伝令が早速コートリに知らせましたな。勝ちましたとも、私のおかげでね。みんな大変な熱気に包まれておりますぞ。パチ。エオルゼア都市軍事同盟に復帰した日を思い出し、希望を取り戻したものも多いです。いいですね。まさに一陣の追い風が吹いているわね。そうだ、アイメリク様、今ならば。そうだね、今度こそ3度目の正直。ビゾーブニルに使者、ファルコンネストの式典準備も再開してくれ。わかる。粒子戦争の終焉に向けて今こそ清流の眷属と、いやね、この和平のちぎりを結ぼうね。もうこれ3回目なんですよ。2回目もね、1回目も邪魔されたし、2回目も邪魔されてるんですよね。アルトアレールがファルコンネストに残っております、私からも連絡を入れ、急ぎ式典に備えさせましょう。ありがとう。次こそ成功させたい。マネラン、お前も手伝うのだぞ。そうだぞ、手伝うのだぞ。もうサボるなよ。いっつもサボるんだから。頑張れよ。なんか
今まではずっと敷かれたレール歩いてたのに、それがなくなって不安だったんだろうね。でも今回の大会なんか見えたって言ったから、今後は覚醒のエマネランだね。イシュガルドの歴史がまた大きく動くかもな。いやー、もう歴史書めっちゃ名前載っちゃうよ、ロキちゃん。いやもうね、すでに何回か裏切られてるんですからね、主人公。もういいよってなってる。一番推しだった人裏切ってるんだから、辛いよ。式典の成功をもってその功績に応えよう。そうそう、もう成功してくれたらそれでいいよ。あとは無理せんで休んでくれ、休んでくれ、休んでくれ。適宜睡眠をとってくれ。皆さんもこんな遅い時間なので適宜睡眠をとって寝てください。なんかこの FF やってるとみんな眠くなるらしいんで、あの私の声とともに、あの、ね、眠い時は枕を抱きながらベッドですぐ寝落ちしてもいいようにして寝てください。決してあのスマホを顔の上に置いて寝よう、あの見てはいけません、ベッドの上で。よく私も旦那もそれをやって危ないっすってこうスマホが起きてきてふーって避けてますんで、皆さん気をつけてください。よくやる、こうちょっとだけ寝る前にちょっとだけ見るかってきてはーってなる。あー、それはね、コンロ前ね。いや、まあ、コンロ前ならまあまあ大丈夫か。そうね、ミンフィラのことにタタラに話した。うんうん、ずっと一人で考え事。ああ、なるほど。とりあえず式典に行くと。はい、なんかもったいぶられたわ。じゃあファルコンネストに行きましょう。金の力で。いや、そういったらね、そのままクッて寝ちゃって、クッて寝た後にさ、なんかスマホ転がっていったりとか、充電忘れててってなるんやで。わかるか？わかるか？私は経験者だからな。何度それを経験したか。こっちかな。穏やかな老婦人。おお、なんかええ感じのことを言ってる人が増えた。前これでね、第2回目の式典の時にちょっと休憩するよみたいな、休憩食堂でご飯食べてきたらって言われて、じゃあご飯食べるわっつってご飯食べようとしたらさ、なんかその休止の人がさ、あの黒幕だったらしくてさ、薬飲まされて寝かされるっていうひどい目に遭ってるからね、主人公。主人公散々な目にしか遭ってない。ね、そう、あるあるで、とか起きたら電池 0% 鳴ってて、アラームがもう発生しなくて、アラーム鳴ってないとかってなるやつ。携帯アラーム依存してるとそうなる。よくよくある。ね、 2% で、でも充電したいけどもう時間もなくて、まあ持ち運び充電器あるからええやろって持っていったら、持ち運び充電器の充電も忘れてて、充電できないよってなるやつもある。みぞぶに、おお、式典楽しみだね。今度こそのんびりとな。いや、だいたいね、自分のんびりできないんでね。はい、信じてない。無理、アラーム3回ぐらいないとね、無理です。まあね、アラーム1回目だとね、どうしても二度寝しちゃうんだよね。もう1回寝ちゃうんだよね。みんなのこうさ、なんかスマホでつい起きてファーってこうみんなのさツイートとか見るの。あ、なんかみんなおはようとか言ってるとか、なんかこんなこと言ってるなとか思って、あーくっってなるの。10年以上もつけてない。私むしろアラームないと起きれないんだけど、本当に寝てていいよって言われたら、だってお昼までマジで寝てられるもん。3時とかで寝れるんじゃないかな。うん。めっちゃ寝る。待って待って、家出る前に寝たらさ、結局寝てるからさ、間に合わんのよ。それやったらさ、全部行動まとめてから寝ろよってなるやん。何のために準備したやん、家で出る前に寝たら。あ、もう、あ、でも
ちょっと街 見回るかみんなのコメント聞きたいし、なんかこんな風に聞かれるとなんかありそうだしな。活躍について聞いたぞと。ファルコンネストに、おー熱気が、おーいいねいいね、わかります、すごくわかります。私ねもうね、あの多分ね、あの、あーなるほど、朝起きれないんですよそもそもが。私だけでも式典を見てくる。あーなるほど、いい感じなんだ。マジでみんなすごくすごい人いっぱいいますね。私マジで3回やっても起きれるかどうかで、あのね、のろけでもなんでもないんだけど、マジでね、あの旦那いないと起きれないよ。あのたまにすぐ懇願して、私が目覚ましを鳴って2、3度寝したらその時は頼むって言ってる。起こしてくれって言ってる。もうそれぐらい朝クソ弱い。なんかね、朝ね本当に弱いからね、出社とかで会社ね行くとね、あのめっちゃね、本当逆に深夜まで起きれる方だからさ、あのもう会社がさ、もう2時から始まって5時で終わって、給料は今までのままにならんかなって思ってる。もう夜ね12時間ぐらい寝てるやつよね。24時間ワンチャン寝てるかもしれない。あ、これはなんか教えてくれる人ね。感激した。おー、なんかめっちゃテンションみんな上がってんな。あの人たちはどうなった？なんかあのちょっとネガティブな発言してた人の話を聞きたい。なるほどね、24時間寝てますね。相当やな、それもそれで。ちょっと待って、ここでね、なんかもう嘆き悲しんでた人がいたんですよ。その人たちの話を聞きたい。空を見上げて本職は、おお、この人全然さっき違うこと言ってる。ちょっと感動、分かっちゃったって言ってた人。チャランポランのやつけじめはつけたわけだ。だったらまあ仲間と思えなくもないかな。あいたー、なんでここダメージ受けるやろうね、本当に。高所ダメージやめてほしい。どうやったら朝起きれるんだろうね。やっぱさ、あのほら電車、駅員さん、 JR かなんかどっかの駅員さんとかはこれ絶対起きないといけないじゃないですか、電車ね出発するのとかにも。だからそれでのそのアラームはベッドが起き上がるらしいよ。もうベッドがね勝手にこう空気かなんか分かんないけど、時間になったら、だんだん時間になるとグググググググって起き上がって、あの体が起き上がるようになってるんです。で起き上がるからもう寝れないから起きるみたいな、あれが確実に起きる方法らしいですよ。そう、いやいや、まあ大丈夫。朝とは何ですか、なんだろうね。朝とはモーニング、モーニングとは朝、つまり朝はモーニングである。以下、朝はモーニングセットを食べれる、めちゃくちゃなんかお得になった気分になれるやつである。私たちが朝と思えばその日は朝である。つまり今は朝。まあでもね、私も結構睡眠外来とかってやっぱ気になるよね。なんか自分の睡眠どうなんだろうみたいな、行ってみたくあるよね。朝起きるのはやっぱ習慣なのか、だんだん同じ時間に起きてれば慣れてくもんなのかな。 JP さんこんばんは。毎回魚落とそうとしてくるけど今日も落ちてませんね、大丈夫、頭にくっついてません。はい、今日はね、今朝起きれないよねって話してました。朝って何味、朝はね何味だろうね、人によって違うよね。私はね、半熟卵、目玉焼きの半熟のにちょっと醤油かかったやつがなんかザ朝食って感じ。外ねちょっとあの茶色になってて縁がちょっとカリカリになってるのが好き。
あー目玉焼き食べたい。あのさ、極まった私の完璧な目玉焼き作れないんだよな。どうやったらあれ作れるんだろう。 GG、 謎の GG ありがとうございます。あーでもコーヒーいいらしいよね。朝にコーヒーはいいらしいよ。なんだっけ、なんか特別なさ、あのなんかノンオイルのなんか混ぜたコーヒーあるじゃん。なんかスーパーなん、名前忘れたけど、なんかスーパーなコーヒー、スーパーウルトラ、いやなんかエキセンティックなコーヒー作るのちょっと大変だけど、あれを飲むとなんか朝すごいいいって言うよね。私一時期それでね、なんか旦那と2人分一生懸命作ってたんですけど、だんだんなんか作るのめんどくさくなってやめたな。まあそろそろ行きましょうか。これはムービーあるでしょ。どういうこと、降ってこない。おー待て待て、これイベント式典が始まったで。あれでレリーフがね、なんか公開されるらしい。マネランくん、あ後ろにサンクレットたちもおるやん。あらかわいい、うちの子もかわいい。来たー。そろそろ約束の時刻、ビゾーブニルが来るはずです。大丈夫か、大丈夫やろうか。もう3回目やからね、心配すぎるよね。1回目も邪魔され、2回目も邪魔されてるから怖いよ。ああ捕まってた人や、命取ながらえたんや。彼女は例の、うん、先日この場所で暴動を起こしたものです。そうそうそう、生きてたんだ。どうしてもというの、いや一命取り留めたけど、私に薬持ったやつだぞこいつ、許せねえ。でもみんなが許すなら許すよ。ルキア、この式典で私が用意された原稿と違う言葉を述べても驚かずに聞き届けてくれないか。なんやなんや、こんなこと言わんで。そうやな。承知しました。心ゆくまで。あなたの許さない。ああいうの集約。許されなかったわ。ごめん、やっぱ許されへんらしいわ。面ご。唐突なピカチュウ。朝礼はね、確かに短めがいいよね。あの朝のね、なんかスピーチとかさせられるとこもありますから、あれは本当に嫌だった。かっけえ。待たせたか、小さき者らに。我らは来た。何勇気なんやろ。多少の際は多めに。よくあるやつ朝礼。ビゾーブニル、よくぞ来てくださった。でさ、朝礼の後にさ、服装検査とかあったりするんだよな。あ、それはうちだけかもしれない。感謝を送りたい。なあに、父祖の許しを得たいゆえ。そんなのは競うやつじゃない。そんなので競わないで。我が竜もまた、悲しみの向こうにある懐かしき記憶を胸に、人との蜜月の再来を、ええことや。本当にね、今までずっと敵対してた竜がこうやって手を取り合う、その言葉がいいことだよね。どれほどの救いとなることか。我らの思いを今ここにちぎりとして刻みましょう。よかった、無事に済みそう。アイメリク教、なんか大丈夫ねえ、ほんと大丈夫ねえ、怖いよ。なんか不穏なことならないよね。大丈夫だよね。心配でならないんだが、今までだいたいこう、誓いの証人となる皆よ、こう聞いてほしい。こうもういつも私は期待を裏切られるんや。人と竜をつなぐ絆が、好きになったキャラはだいたい死んでるんや、この FF では。双方は長らく争いの日々を続けてきた。長い歴史の中で互いに失った同胞は数知れず、幾多の悲しみが我々をまた戦へと駆り立てた。その傷は深く、
決して言えしない。私許されへんからな君、うちの愛の主役さんが許さんって言ったから許されないぞ。だが嘆くものよ。今ひとたびうちのって言うとなんかちょっと違うか。うちのじゃない。うちのじゃないけど、リスナーが言ったから許されへんぞ。先行く者が戦いの末に残したのは他でもないあなたの命だ。うん、私はあなたと明日に歩むことで彼らの行いに報いたい。はあ、このセリフキュンってくるわ。アイメルクらしい。また一人恋に落としたわ。またこうやって人を恋に落とす。ライバルが増える。それでも人はその短き一生を重ね、再び我らと蜜月を迎えんことを心より望むか。ああ、そうよね。でもアイメリキュにはその覚悟がある。そしてこの願いが再び歴史に負けられぬよう、すべての商人の心と意志に刻んで和平の誓いとなさん。かっこええわ。アイメリック教かっけえわ。誰がこれパーンって剥がすん。はあ、かっけえ。私もやりたい。こう手上げるだけで、あ、手動か、上がらんわ。おお、人と竜が手を取り合ってる。いや、もういいね。ああ、なるほどね。なるほど。和平のちぎりとするんだ。夫婦になった二人だよね。これ以上のものはない。うんうん。よかろう。今この時より生命に連なる子らは再び人と同じ夢を見ようではないか。ええー、話や。よかった。やっとここまでこぎつけれた。いやー、よかった。もうアイミルキを撃たれるかと思ってずっとドキドキしてた。は？あ、やっぱりなんか来た。いや、なんか来た、なんか来た、ほら。来たー。エステニアン、お前乗っ取られてる。あっ、ああああ、ビゾーブニル。ビゾーブニル、ビゾーブニル。ああ、エステニアン撃てるか。お前エスティニアン乗っ取られてるやんけ。あ、あ、ビゾーブニルが、ビゾーブニル、は、あ、もうやっぱりこんなことになる。ビゾーブニルいいやつやったのに。ねえ、本当にそう、もうなんか意味わからん、目玉乗っ取られてる。お前もう本当エスティニア何してんねん、お前。最悪。どこまで落ちるか。聖竜の眷属よ。人と和平をちぎろうと。いや、もうエスティニア。王族とは思えぬ愚かしさ。もうビゾーブニル。死刑。人と人に組みする竜ども。一応共通の敵はでもできたな、これで。最後の戦を告げる合図。貴様らの全てを。いやー、もう祝宴の炎で焼き尽くしてくれる。で、テロですね。もう確かに間違いなくテロ。エスティニア、このエスティニアちょっと乗っ取られちゃってるんでね、ジャリュー君に。ジャリュー倒してやったぜとか思ったら乗っ取られてたっていうね。俺ら全てを蹂躙してこそ。いやー、怒りも晴らせよ。ビゾーブニル、
微増にいる。我が怒り、そんな、それじゃあお前はジャルや。もう乗っ取られよってからに。なんでだ、なんでこんなことなる。倒したはずなのに。元気やん。そんな名前やったわ。ニーズヘッコ、お前マジお前許せねえ。おビゾーブニル返せ。間に合うてやって。あー、また式典がボロボロにされた。全部あのジャリウのせいだ。あいつさえいなければ戦争は終わるのに。いや、そうでもないけど、まあ、またいつまでもやられているものですか。今こそイシュガルドの宿命を変えるため。あー、まあ、ある意味一つの共通の敵が。あいつを倒して真の平和を。ジャリウニーズヘッグを返り討ちにしてるんだ。なんか倒せ。なんか怖くない、この流れ。ジャリウを殺せ。怖。どうしたみんな、おかしい流れ。倒せ倒せ、ジャリウを殺せ。倒せ。怖い怖い、何ぞのコールするな。おお、違うのに。怖い流れ、何これ。ビスオブにいる。ビスオブにいる。え？なんて言った？ハイメルク、今日なんて言ったん？何あれ？エスチーニアンって言ったんかな？え、なんて言ったんあれ？やめてくれ、口パクは私は読めないぞ。私キツネご飯って言ったりした？もしかして。あー、なんか思ったのと全やっぱり式典開くべきじゃなかった感あるよね、本当に。あー、式典の片付けもどんどん終わったよ。はあ。動じる様子を見せずに式典の場を収めたアミルキは、いやー、未曾有には致命傷はまぐられたらしい。あ、よかったー。すぐ浮上の三島へ戻り、休養。あー、よかったー。よかった。命まで奪わなかったのは、ジャリュー・ニーズ・フェックによる同族への慈悲。いや、あえての宣戦布告と取るべきだろうか。どう転ぶにせよ、穏便には済みそうにもない。はあ、そうだよな。エスティニアンが。ジャリューになったなら私たちは止めなきゃいけないのか。でもあんなに一緒に戦って私たちのこともこう奮い立たせてくれた友だったのに、そんな彼を俺らはやれるのか。やってやる。私はやる。君の背負った英雄という称号や暁の一員であることを抜きにして、ロキモーガンと私で、あ、なんか、え、もう告白ですか。そうだ、キャンプドラゴンヘッドの応接室のあの懐かしい雪の家で合流しようじゃないか。ここでよくない？あ、もうそういう、あ、そういうのが私空気読めへんからあかんのか。ダメですね。はい、失礼しました。告白されるわこれ。アイメルク教にも告白されたばっかなのに、これは告白されちゃいますかね。ちょっとモテって困るね。モテすぎでは。モテるってつらいわ。わ、勝手に、しかもこの家借りてええんか。この応接室勝手に使ってええもんなんか。私たちが使用に使っていいものなのかちょっと悩むけどな。じゃあここで待ちます。いや、なんだかんだで話が結構トントン進むから次が見たくなっちゃうよね。何？告白？
何を言われるんだ。それかね、ここで裏切られた私。すまない、待たせてしまった。前飲み物飲んだら眠り薬だったことがあるんだが。ねえ、ちょっとトラウマだよ。ああ、これかい。ここの住民に応接室を使わせてほしいと頼みに行ったら、うん、寒かろうと持たせてくれた、ね。ああ、なるほどね。お願いに行ったんだ。ありがとう。ウルダ派の祝賀会から逃げ延びて、この雪の家に来た時のことを思い出すよ。ああ、そんなこともあったな。あの時励ましてくれたオルシュファン卿はもういない。亡くなってしまった。旅の中で多くの出会いと別れを繰り返したが、イゼルもまた私たちを送り出すため散っていった、うん。もうここで出会った人大体もうほとんどなんか去ってないか。マトーヤ様の言葉についてずっと考えていたんだ、うん。進むことで失うものがあるのなら何のために進むのか、うん。かつてクリスタルブレイブを設立した頃の私なら迷うことなく理想の世界のためだと言い切れれば。まあクリスタルブレイブは乗っ取られて裏切られたんでね。だが今は失うものの重みが怖いんだ。そうね、いやそれもわかる。だからこそ後悔することのないように私が何のために進むのか、うん、自分自身に問わねばと思った。強いな。先ほどの式典でエスティニアン殿を見て、エスティニアン殿やっと確信したよ。見て確信したのね。私は友を救える男になりたい。そのためならばどんな絶望もきっと超えられる。おそらく遠くないうちにニーズヘッグの方向が響く。アルフィノ君、その時かっこいいこと言えるようになったやん。アイメイク教はイシュガルドの指導者としてかつての友を撃つ道しか選べないはずだ。うん、そうだね。その決断に異を唱えるつもりはない、うん。だがアイメリク教が選べないからこそ私はエスティニアン殿を救う道を探したいんだ。アルフィノ君、めっちゃ考えて言えるようになったやん。いや上から見ててごめんな。だから同じエスティニアン殿の友である君の力を貸してくれ。どうしようかな。まあもう答え決まってるけどね。師匠、師匠ありがとうございます。師匠いつも見守ってくださって。ああ、オールジュファン、懐かしの記憶たち。あ、な、難しいな。沈黙は違うからね。さすがに沈黙、え、こんなに俺めっちゃすごい決意言ったのに、え、だんまりって、え、あ、なんか言ってってなるやん。だから絶対それではないのはわかるんですけど、まあ、別にこれどの選択肢も多分せ、あの、おすすめますけどね。友のためにはオルシファーのこと、君のことだよね。あ、はい。軽っ。なんか自分だけ熱くなって恥ずかしいってなるやつやん、そんな返事されたら。いや、まあこの子は多分必ずエスティニアを救おうだよ。友のためでもあるけどね。別になんか、別にエスティニアのことが好きとかそういうんや、ないんだからね。あの、どっちかっていうと、オルシュファン教のために戦ってあげてるんだからね。でも、そうやって言うちゃうと、ちょっとエスティニアン君、今生きてるだろうし、かわいそうだから、そうやって言ってあげてるだけなんだからね。はい。エスティニアンを救おう。必ずだとも、うん、私たちの力でエスティニアン殿を連れ戻す。熱いよなアルフィノ君って。いやだからこそ道に迷い考え、そこからやっと掴んだんだよね。今まで熱くなれなかった、なんかこう理想があったけど、なんかこうふんわりとした
自分の道がちゃんと決まってない中で進んでたから、そこが自分の力で足で歩いて掴んで傷ついて、そこから考え出したからこそアルフィノ君は今があるんだろうな、こうやって強く言えるんだろうな。散々さエチニアンにさ、お前ほんとぼっちゃんみたいな、あ考えアマちゃんがよみたいな感じのね対応されてたのに、成長したな。いざとなれば私一人でも食らいつくつもりだ。あかん、これ無言で選択してたらあのバッドエンドになってた可能性あるな。君と一緒なら何よりも心強い。式典に居合わせた暁の賢人たちにも意見を募って、エスティニア殿を救い出す術を必ず見つけ出してみせる。となると確かにね、けどコートに戻ろう。結局あのあったかい飲み物飲んでないんだが、あれ飲みたかったが飲ませてくれないんすか、ホットワインかなんだか。でまた戻ると、もう忙しいよね、行ったり来たり忙しいよね。私にちゃんとさ、なんかルーラー石、無料のルーラー石くれねえ、もうあれはガンガン冷めてるよ、ガンビエだよ。で多分どこや、ここかな。はい、うん、お話を聞くと。お、タタルちゃんも外にいる、寒いよ外は。アルフィノ君に話しかける。はい、初めて屋敷に招かれた日を、なんだなんだ、急に思い出振り返って、あの時のように路頭に迷うばかりではない、私をここまで助けてくれた仲間たちを今度は私が、いやかっこいいこと言うね本当。うん、イーダさんやパパリモさんを探したり、ミンヒリアさんのこともまだ諦めて、そうや諦めたあかん、希望はある。ミンフィリアは進むことをやめない強い女性だった。単なるメッセンジャーになるとはどうしても思えないんだ。うん。足へのもたらす危機、エオルゼラをくすぶる腹襲いの火種、それらをたどった先に彼女が託そうとした真実がまだ何か眠ってる気が。そうやね、確かにあれクリスタルが時間切れで話せなかったみたいだし。最後に言って何言おうとしてたんやろうな、あん時。時間切れになっちゃったからな。これはなんだ、こう金でいいか、報酬は金でいいです。お、戦いに備え、なんか謎の妹を動き覚えた。あ、これなんか一旦3点に終わりか。まさかあんな形で式典が終わるなんてね。ねえ、血ついてたしな。エスティニアンさん、いえニーズヘッグと呼ぶべきかしら。彼のことに、そうそうそう、まあまあ世の中金よ。思わず震えてしまうほど恐ろしい怨念だった。まあね。千年もの間、兄弟の竜をね、人が裏切って殺したからね。妹を殺された恨みがある。危険と隣り合わせ、しかもそれを自分たちの力にしてこっちを攻撃したりしてきているからね。エオルゼアの日常なのね。なるほど、マトーヤ様が釘を刺すわけだわ。そうっす。真の願いを見失っていないかという問いのこと、うん、あれはマトーヤなりに激励していたんじゃないかしら。ヤストラちゃんセクシーやな、このアングル。あ、いや失礼、私の羽で隠せばいい。だから私は進み続ける。あらゆる戦いを超えてマトーヤが求めた世界の真実それちょっとあんまり驚愕やな、監禁大変やし。もしかしてそれがヤシトラの目的だったの。そうなの、おかしいかしら全然、あの師匠にしてこの弟子ありだわ。かわいいな、ヤストラちゃんも。二人のやりとりかわいいな。とってとってとって、かわいい。そうそうやな、確かに。誰よ、お前。あ、あのなんか闇の戦士とかっていうやつか。
なんだお前。からのそれを見ているサンクレット。からのサンクレットを見ている？あ、それはないの。なんか謎のね、闇の戦士、光の戦士いれば闇の戦士ありだけど。カクカクシカジカカクカクウマウマ。なるほど。そしてカクカクシカジカカクカクウマウマ。かくして運命の歯車はそれぞれにまばりだ。このイシュガルドをも大きく当てれこしてみたんだけど、動かさんとしていた。カクウマ。いやマジで闇の戦士っていう名前だった気がする。誰もが言えぬ傷を抱きながら渇望した未来へと歩み始めたのである。これに 3.2 終わりだな。オラにはクンクンわかるぞ。それは同時に避けられぬ決着の訪れでもあった。アイメリク、あ、オルシュファンという友も失ったのに、これ以上彼心壊れちゃうよ。ニーズヘックによる宣戦布告、粒子戦争の終焉に向けて戦端が開かれようとしていた。これさ、エスティニアが戻ったとしてもさ、もうここに戻れないよね。だってエスティニアの姿であんなことしちゃってるからさ。いやでも顔は見られてないから、ワンチャン服脱げばなんとかなるか、あの鎧捨てればなんとかなるわ。私たちもエスティニアの顔ぶっちゃけそんなに見てないしな。だから鎧とか外せばワンチャンいける。あ、ここはイラとパパリモくん何してるんだろうね。合流せずに。とにかく今後も警戒を続けよう。鉄仮面の部隊についてもまだ信用はしきれない。絶対に先走るなよ、イダ。セクシーだな。なんやろ、ここの二人は一体どこで何をしているんだろう。元気なのは良かったけど。呪われとる。なんだ次は。あ、これが鉄仮面か。なにカチャパーン。あ、違う、銃セットする音ではない。なんださっきの。いやー、なんか先もまだなんか新しいやつも出てきそうだし、なんか気になること続きですね。でももう時間も気づいたら3時だし、いい感じの時間だから、いい感じの時間っていうのもなんか意味がわからんけど、これぐらいにしますか。また FF14 はね、いや、もともとね、やっぱストーリーとかも好きだからね、やっていきたいと思ってますので、また週1ぐらいでやれたらいいよね。 DVD ちょっと昨日ね、もうマジで眠すぎてやれなかったから、あ、ちょっと土日リベンジしたいな。うん、今2倍だしね。あの土曜もしかしたらゲリラの方はあの DVD やるかもしれません。はい、というわけで今日はこれぐらいで終わりますかね。私も明日の朝もあるしね、絶対にもう起きれない。はい、ありがとうございます。モタさんもありがとう。テイト君さんもありがとうございます。愛の主役様ありがとうございます。お疲れ様でございます。明日は15時ぐらいから、まずニケですね、ニケでイベントストーリーを見ていきたいと思います。で、夜はね、ちょっと時間あったらゲリラでできたら、なんか DVD できたらなーって思ってます。はい、あのやると思う多分。私が頑張って動けることを願っといてください、夜。はい、というわけで今日はこれで配信終わろうと思います。今日フォローしていただいて皆様もありがとうございました。改めてどうもありがとうございますということで、またねちょっと今後も2件じゃないわ。ちょっとボケてるわ。FF をね頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。またね、バイバイ。